社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。じゃあ早速ゲストをご紹介しましょう。米津玄師さんです。はい、米津玄師です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、どうすか。緊張がひどい緊張がひどい。本当にすごい深いため息でしたね。生放送ってやっぱ慣れないですね。まあそう、あ、今までもあんまり確かに、でもあんま喋ってる姿ってテレビじゃ見たことあるかな。そう、テレビはなんか収録でインタビューみたいなのあるけれども、うんうんうん、テレビしたところには全然出て行ったことないから。なるほど。怖い怖いです。私怖いです。てかね、うん、その僕ら今日で会ったん3回目なんですか？ 3 回目、うん、3回目です。なんかね、ちょっと僕は勝手にマブダチやなって思ってるところがあるんですけど、3回目ですからね、うん、1回目まあこう打ち合わせがてらというか、はい、食事会も含めお会いして、はい、で2回目レコーディング、うん、で PV も撮ってすげえなんかギチギチのスケジュール。そうそう、その1日やったんで、うん、でそのまま今日ですから3日目ラジオっていう、このスピード感がねスピード感が半端ない、ね、いやなんか変な感じですね。いやでも本当にあのね、はい、一緒にやれてね、はい、よかったなってなんかこのトーンじゃねえな、まだこのトーン。いや全然そんなことはないですよ、はい、なんかわからん、俺もすごい敬語になっちゃう感じがあるけどいや嬉しいですよ、こちらこそ、まあまあ、じゃあベタにちょっと第一印象みたいなところから喋りますか。はいはいはい、第一印象、まあ僕はなんか、まあ、勝手なイメージやけど、なんていうのかな、こうなんかあんまりこう温度感みたいなもので、うん、割と低温なイメージがあったんですよ。うん、でも会ってみると、今の皆さん多分聞いたように、最初のいや今日は本当やれてよかったって言ってくれたみたいに、うん、すっごい熱くて、うん、あ、ものすごい熱い人なんやっていうのが俺は印象やった。うん、ベロベロだったな、ね、そうね、終始俺天才やって言ってたもんね言っちゃうんね。いやもうそれで俺はこいつ好きやわと思ったもん勝手に俺の第一、その須田くんに対する第一印象は、うんうん、第一印象っていうか、最初だから映画で俺2014年の時にアイネクライネっていう曲があって、うんうん、でそれが東京メトロの CM ソングで、うんうんうん、でその映像を撮ってくれた監督の映画作品の底の実見て光り輝く、大見子監督の、はいはいはい、を見させてもらった時に出てて、ああ、そっか、そこが最初、すげえ人いるなと思って、そこで、なんつったらいいんだろう、ビビッドな、うん、なんかこうある種こうなんだ、暴力的なニュアンスがある、うんうんね、この人は一体何なんだろうっていう興味が始まって、でなんか自分のその人生のタイムラインにおいてたびたび顔を覗かせる人だったの、須田まさきっていう人が。マジっすか。 その後のだからディストラクションベイビーズとかもその監督が知り合いで、あ、そう、試写で見に行かせてもらって、はいはい、そこでも出てたし、そう、でなんかまあ溺れるナイフとか、はいはい、あとまあ何者もそうだったし、うわ、打ち上げ花火もそうだったし、はいはいはい、なんかたびたび顔を表すこの人は何だろうみたいな感じになって、でまあそれがきっかけで曲を、あ、そうやったんですね、うん、映画からやっぱり、うん、第一印象、映画がすごくでかかった。でまあ、それがあったとしても、うん、それでその、まあ、今回米津さんからオファーしてくれたじゃないですか、はいはいはい、それはなんで俺でよかったのっていう、いや俺でよかったのっていうか、はい、もうだから須田くんじゃないと絶対ダメだなって思ったのがあって、うん、いや皆さんこれ俺言わしてるわけじゃないですか。いやいやいや全然全然、だからいやちょっとほんま俺なんやろ、どうしてんやろ、めっちゃ嬉しいなすいません、はい、だ8月の半ばくらいに、うんうんうん、俺一緒にずっとメジャーデビューのタイミングから一緒に撮ってくれてる中野さんっていうカメラマンの人が、うん、その
セッティングしてくれて、そう、僕もデビュー当時がお世話になってる。そうそうそう。あ、そうなの。はい。で、カレンダーとか。なんかそれ以前からも須田君となんか一緒にやりたいんだよねみたいな話してる時に連絡取ってくれて、いや、そう、8月頭か7月ぐらいからすごい中野さんからも俺連絡が来てて、そうそうそう、でもう その瞬間はもう本当に絶対に一緒にやりたいっていう気持ちがものすごく強くって、でもこれはなんか口説けなかったら終わりだみたいな感じで言ってたから、もう俺なんかウイスキーとかガンガン飲んでって。だからか、ベロベロやったら。ベロベロになっちゃって。で、最後のちょっと記憶ないんだけど。だって、あの時あの、やろうとしてる曲、ギターで弾き語りするって言って覚えてる、はい、あのね、うっすら。うっすら覚えて、弾き語りするって言って、ギター何回もガッシャンガッシャン、地面に落としてたから、ギターも持てへんくなってるやんって思って。そう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 、いや、本当にだからもう、ここだと思って、あ、いや、嬉しい、飲み込んでいって、あの、それがきっかけで、まあね、一緒にやれることになって、いや、私は本当に嬉しいです、ね、いや、こちらこそ嬉しいです、はい、なんで、でその時にもうすでに一番はできてたもんね、うん、曲の、そう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 、でそれがこんな曲でっつって、うん、灰色と青で一番があって、この後歌ってほしいって言われて、うん、でこういう思いの歌でみたいな、なのでそっからもう1週間後ぐらいにはね曲上がってきて、ね、本当にもうパツパツのスケジュールのところ本当申し訳ないなと思って、いやいや、俺はもう全然時間なんていくらでもあるんだ、本当に、はい、なんかもうこの瞬間撮らなければもう多分ないなと思って、あ、多分2017年のまあ あの時まあ8月か、うんうん、でもレコーディングが9月とかで、なんかもうそのまあ秋、夏から秋に移り変わるその微妙な曖昧な季節 の、うんうん、あのその空気感とか、うんうん、でそれやっぱ2017年じゃないと絶対ダメだったし、だからもうここだっていうのが自分の中で感覚としてあって、はでもそれ無理言って、いやいやいや、うん、お願いしましたけどね、でもあん時にしかできへんもんってあるもんね、そう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 、やっぱり、うん、なんかタイミングというかね、そう、この曲は本当にもうすごい奇跡的なタイミングの、奇跡的な、こう、いろんなものが合致した結晶になったと自分ではめちゃくちゃ思ってて。ちょっと、まだまだいっぱい話したいんですけど、うん、じゃ一回じゃあ聞いてもらえますか、はいはい、そうですね。では、そんな、米津さんと私、さまざきがコラボした曲を聞いていただきます。米津玄師で、灰色と青、プラス菅田将暉。菅田将暉です。今日のゲストはこの方、米津玄師です。引き続きよろしくお願いします。お願いします。いやー、どうすか。いや、そろそろ緊張は。あのね、まあ、あのね、アイドリングしてくれて。いや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 。もう、だいぶ落ち着いてきました。ありがとうございます。はい。いやー、そんな中、いろいろ感想が来てます。ラジオネーム、ドスコイパンダ。自分で自分のことを国宝級イケメン俳優という菅田将暉。自分で自分のことを俺天才やという米津玄師。そりゃ惹かれ合うわな、納得納得っていう。なんか恥ずかしいですね。恥ずかしい。そう言われるとね。うん、他にもリアクションが、明太子定食。おいマジかよ、須田と米津玄師はマブダチなのかよ。ってことは須田とマブダチの俺たちリスナーは米津玄師とも友達だよな。なあなあ、米津玄師のことコメちゃんって呼んでいいか。コメちゃんとか呼ばれたことねえ。そりゃそうやわ。え、友達で何て呼ばれたりすんの？え、でも、苗字で呼ばれたり。うん。ヨネ、ヨネ、うん。いろいろある。いろいろあるな。あ、そう。うん。剣士もあるし。人によって全然違う。でも、コメちゃんは。コメちゃんだよ。コメちゃんって呼ぶなっていうことで。他にも、ラジオネーム、何ねのオブラ。灰色と青を聞いた、率直に、聞いて率直に言わせていただきますね。米津さん、めちゃくちゃかっこいい曲じゃないですか。何ですかこれ、こんなおしゃれな曲聞いたことないですよ。あと須田、お前もやればできんじゃん、いけてたよ。おい、やかましいわ。そういうノリなんだね。えらい、えらい上から。そうなんですよ、うちのリスナーはね、あの人気俳優とかめっちゃ嫌いなんで、基本下に見てくるんですよね。いいじゃないですか。いいじゃないですか。いいじゃないですか。心地いいですよ、その方が。そういう方が心地いい。おっと、うん、まさかの、このラジオのトーンを理解し始めている。ラジオネーム、イルカ大好きボーイ。
米津玄師だかなんだか知らねえですけど、俺の方が天才だと思います。僕は人よりも指パッチンがめっちゃ鳴る天才です。あら米津さん、こんな僕と音楽のてっぺん目指してみねえか。あ、目指すか。いいね。サンプリングさせてほしい。この音。あ、この音を使ってパチンの。そうそうそう。これ。うわ、ちょっとなんかマジやん。絶対できるやん、マジで。それで一曲作らせてほしい。まずそれ作らせてほしい。あ、すご、うん。それすらもやろうと思えばできるもんね。やりたい、やりたい。うん、心広くて助かるわ。いや、広いな。あ、質問来てます。はい、ラジオネーム、ララランドランド。米津さんっていつもスタイリッシュでかっこいいですが、自分、ダサいなと思う瞬間はありますか？ねえ。なあ、それが、大体でもダサい。ダサいっすよ、俺は。ダサい。あの、だから、だってさ、うん、絵も描けるし、はいはいはい、PV で踊ってたりもするやん。うんうんうん、で、歌。なんかね、ねで、うん、ビジュアルもかっこいい、背も高いし。いやいや、でも須田くんもご存知の通り、もう酔っ払った勢いで自分は天才だ、天才だ、みたいなことをね、言ってしまう感じは自分でダッセーな、こいつ。え、それ記憶にはあんの？記憶にはある、全然ある。そうなんや。え、じゃそれ、次の日とか起きて、うわーってなるってこと？うわーってなって、もその次の日もう、あーあ、そうなんや。米津くんでもそんなことは起こるんやね。やってしまったらっていう。なんか覚えてなくていいことだけ覚えてるんだって。すげえなんかもう。あ、それは恥ずかしいね。あ、でもなんか人間味があってね。うん、きっとそんな話はみんな聞きたいんで。うん、え、その、じゃあ楽曲を作る時とかってどうやって、なんかこんな時に思いつくとか。なんかまあその場その場で結構まちまちだけども、例えばじゃあこの灰色と青の時は、それはもう本当にだから須田将暉っていう人間がいて初めてなんだろうな、形になった曲。え、俺の何を、俺からあんなおしゃれなもの生まれる？いや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 、おしゃれ、めちゃくちゃおしゃれじゃん。でもマジで、うん、須田将暉ってなんかおしゃれなイメージあるけど。本当？そうそうそう、全然。え、どこそれ。なんかすげえ、なんか、服とか。ちょっとそういうの、うん。服とかなんかかっこいいな。あ、嬉しい。マジで。思いながら。でもなんか、その。でも確かに、嬉しかったのが、うん、その、まあ、酔っ払いながらも、あ、本音やなって思ったのが、はい、やっぱり、なんか、ビートたけしさんの映画が好きで、とか、はいはいはい、うん、その、なんか、わかんないけど、ちっちゃい頃とか、あの頃にあったなんか熱量とか、なんか今は変わってしまったのかもしれないっていうものを表現したいって言ってくれた時に、うん、あ、なんか、僕もこう、上京16歳とかでしてるから、あ、なんか、部活とかを途中で辞めた人間としては、うん、なんかあの頃の続きがやっとできんのかな、みたいな、ことは感じた。そう、あの曲は、そもそも、キッズリターンっていう映画、うんうん、そのビートたけしさん、北野たけしさんの映画があって、で、その映画、まあ、北野映画が俺めちゃくちゃ好きで、うん、で、キッズリターンってその、だから、高校生二人組が、うん、なんやかんやありながら、ね、お互いがお互いの道を選びながら、うん、進んでいって、で、最終的に、二人ともダメになっちゃって、うんうんうん、で、冒頭の校庭に戻るっていう、うん、そういう映画なんだけれども、そういう音楽をどっかで作りたいなとずっと思ってて、で、それはどこなんだろう、いつなんだろう、で、どういう形なんだろうっていうのをずっと思っていて。あ、ずっと思ってたんや。そうそうそう。こういうの作りたいな、作りたいなと思っていて、で、それがだから2017年になって、まあ、菅田将暉っていう人間が、なんか気がついたら脳裏にちらつく。で、出会う。たびたび出会う、はあはあ。で、この人は一体何なんだっていう。で、自分は音楽家であって、うん、で、須田くんは、まあ、俳優であって、うんうん、で、全然その、表現方法は違うけれども、うん、なんか、だから俺が勝手に思い込んでるだけなんだけれども、いや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 、なんかどっかでこう、共通してる部分があるんじゃないかなっていう思いが、どうも頭の中から離れない。で、そのまんま、離れないな、離れないな、キスリターン、うん、あ、これは曲になる、今だ今だってなって、へえ、バッて作って、バッて形になったら、ああいう曲になったっていう。なるほどね。うわ、すっごい嬉しいな。
なんかそのエネルギーというかね、うん、なんか男のやっぱバディってなんかあるもんね。そう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 。いや嬉しかったので、レコーディングも2回ぐらい2人で歌ったやん。はいはいはい。その本レコーディングが終わったけど、うん、僕がまあ一応無理も言って夜も遅かったけど、一回二人で歌ってみませんか、うん、って言った時やっぱすっごい楽しかったし、あれエモかったね。あれはエモかったね。すげえよかった、楽しかった。あれあれはなんか、うん、あれだ、あの表に出さんでいいから俺欲しいもん、うん、あれでも生バンドとして、ね、うん、なんか映像も撮ってたりしてね。映像も撮ったね、うん、なんかいやいやそんな、うん、なんかこんなラジオでこんな真面目な話するの俺も初めてやからあ、切られたうーわ何それ。まあ、引き続きあなたからメールお待ちしています。これからも米津さんとね、いろいろ喋っていきたいなと思います。はい、じゃ最後に一言お願いします。はい、え、最後に一言まあまだあるけど、うん、あ、楽しいです。楽しいです。菅田将暉です。今日のゲストはこの方、米津玄師です。はい、よろしくお願いします。お願いします。ではこちらのコーナーに参りましょう。月曜音楽対談。リスナーが送ってくれた音楽に関するテーマをもとに米津玄師さんと、ヘリコプター俳優の菅田将暉が語り合う企画でございます。なんかヘリコプター俳優ってものすごいダサいね。まあまあ、さあテーブルの上にですね、今テーマの書かれたメールが何枚かこう置かれています。それを神経衰弱のように米津さんに弾いていただき、それをまあ語っていこうっていうことなので、じゃあぜひ1個どれか弾いてみてください。弾いた。はい、では読んでいただいて。お二人が天才だと思うアーティストって誰ですか。おお、天才。ちなみにラジオネームはイオピさん。イオピさん。はい。天才。うわ、でもこれはちょっとマジで弾いてみたい。天才。天才ってむずい。天才ってなんやと。なんかまあ人それぞれあるとは思うけれども、だから普通なんだろうな、まあ、普通やれないことをやれる人間というか、そう、ね、そう、こう飛躍できる人間、うんうん、そう、パイオニアとかってやっぱそうやもんね。そういう意味で言うと、俺はその音楽の原体験が、うんうん、バンプオブチキン。ああ、なるほど。小学校5年生の時にうちにパソコンがやってきて、やってきて、インターネットがつながって、でインターネットの向こう側でそのバンプオブチキンの曲に合わせてアニメーションをこの乗っけて、はあ、っていうのが流行ってて、あ、でそれを見たのがきっかけで俺音楽。あ、そうなんや。そうそうそう、だからな、まあバンプオブチキンの音楽には俺はもう多大な影響を受けたなっていうのはすごくある。あ、そうなの、ね。やっぱ未だに。未だにすごいなと思う。で、このアルバムにもそのバンプオブチキンオマージュみたいな曲が入ってたりして。なるほど。そう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 。ちなみにお会いしたこととかは？ない。ない。いつかそれは会ってみたいなとかはあったりするんですか？会ってみたい、会ってみたいけれども、なんか、こう自分の中でこう神格化されてるものに対して触れていいのか否かみたいな。うわー、好きなものってそうやんね。そう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 、めっちゃわかる。そうそうそう、なんかこうそれが崩れちゃっても嫌だなみたいなの自分で思ったりして、なんか あんま愛に合うんだったら合わない方がいいのかなみたいなのもすごいわかる、うん、それで俺は会って号泣したのがダウンタウン。そう、それ見る。そう。ああなっちゃうからね。うん、俺もなんか多分こう現れたらああってなっちゃうかもしれないなと思って、それは。いや、まあまあ、うん、どうかわからんけど、うん、でもそうね、好きなものってそうやんね。うん、あ、そうなんや。へえ。天才だと思う人っている？俺？うん、俺誰やろう。でも俺音楽好きになった理由っていうかきっかけが。うん、フジファブリックさん。だから、志村さん。もう僕が聞いた時にはもう亡くなってたけど、はなんか俺的には、なんか、うん、だから新しい扉開けてくれた人で。で、そのエモーショナルさと、はいはい、うん、そんな語れることはないけど、俺にとっては一番こうきっかけの人ではあるなっていうのがある。そう、茜色の夕日が好きだっていう話。俺も好きだけどね。なるほどね。ちょっと面白いな。じゃあ次弾いていただいて。はい。はい。
アーティストさんがよく言う曲が降りてくるって実際起こることなんですか？あるとしたらそれってどんな感覚なんでしょうか？ルドルフ定食さん。へえ、そうね、確かに曲が降りてくるとかって。降りてくる。俺個人的な話をすると、うん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 、降りてくるって表現あんま好きじゃなくて、おうおうおう、なんかこうなうさんくさい。なんかすげえなってすげえ思う。まあね、ちょっと、うん、別になんか抽象的な表現なんやろうけどね。そうそうそう、それをなんか、うん、まあなんだろうな、まあそれがダメとかいうことじゃない。ダメとかじゃない。なんか個人的にですけど、うん、なんかだから俺は曲作るときは結構いろんな可能性をひたすらこう潰していく作業っていうか、なんかこう今こうすごいね、ロジカルやね。そうそうそう、こういう出発点に今自分がいます、でどこに進んでいくべきなのかってなった時にいろんなこう道があって、じゃあこう右から順番に一つずつ行ってみますかっつって、あ、そんな感じなんや。一番右行ったけど、あ、なんか違ったな、じゃあ元に戻って、もうじゃあ次の道行ってみたいなことをずっとやってるから、だからこうなんか俺の感覚としてはこう這いずり回って探してる感じっていうか。あ、なるほどな、その熱量なんやね、きっとね。そっか、降りてくるでやと、なんとなく感覚的なこう感じやもんね。なんかあんま好きじゃない。あ、そうなんね。あ、でも一曲潰してやっていくっていう感じだ。僕は一回も降りてきたことないですけどね。そう、俳優で、やっぱさ、あ、なるほどな。なんか他の人間にならなきゃいけない作業じゃん。そうね。それって一体どういう感覚なんだろうなっていう興味がすごく。なんやろう。でも俺はいろんなパターンがあるかも。それこそ降りてくるじゃないけど、記憶がないような瞬間もあったり、たまーにするし。でもそれがいいか悪いか分からんし、でも同じように、その、一曲試してって作る時もある。ほんと、須田くんの映画とか見てても、なんか神がかり的な瞬間だなと思うし。いやいやいや。いや、ほんとになんか、こんなに気持ち悪いかもしんないけど。いやいやいや、嬉しいよ。なんか、あの、灰色と青の映像でも、あの、こう、ブランコ乗って、なんか、るじゃん。あれ、もうなんか、俺もブランコ乗って撮ったから分かるんだけど、ブランコ乗ってるだけで、あんなに表現の幅があるんだと思って。いやいやいやすげえびっくりしたな、あれ。ほんまに？そう。そんな俺なんかしてたかな？俺やれることなんて前後にちょっと入れるくらいだった。いやいやいや、それで十分やって。いや、すげえ。俺もそうやったって。で、なんかその、すげえエモいポイントが、なんかこう上を、そう、須田君がこう上を見上げた瞬間にちょっとなんか白目になる瞬間みたいなのがあって。ああ、そう、俺ね、それね、癖なんよ。あ、そうなんだ。俺ね、すぐ白目になるらしくて。それがね、なんか、なんだろうな、個人的にはすごいなんかこう、めっちゃグッとくる、なんか、ある種、どっか、なんだろうな、狂気的な瞬間っていうか、そういう感じがあって。うわ、すげえ、そのなんか無意識的なところを褒められたんは、俺、青山真司監督って共食いの監督がいて、はいはいはい、と同じようなこと今言われてすごいハッとした。ああ、そうなんだ。いや、本当になんか、この人は一体何なんだろうっていう感じがやっぱ、いやあるんですよ。いやー、ちょっと嬉しいっすね。はい、じゃあ次行きますか。はい、お願いします。はい。世界中どのバンドでもボーカルで参加していいって言われたら、どのバンドに入りたいですか？ミッケルのジョーズさん。世界中のバンド。どのバンド。はあ、それは、この人のところで歌ってみたいとか、この曲やりたいみたいなことなの。で、その場合って、でもだから、もともといるバンドのボーカルを差し置いて。もう差し置いて。うん、差し置いて。めっちゃ恐れ多い。いなかったかのように。いなかったことにして。そうそう。で、今、すげえ、個人、めちゃくちゃ好きな、バンドがいて、うんうん、で、それが、キュアっていうバンドがいて、で、それ80年代くらいに、アメリカじゃない、イギリスの、で、のバンドで、で、なんだろうな、すごい曲がキラキラしてて、なんか、一見ピースフルなんだけど、うん、その言葉とかをよくよく見てみると、お前なんでそんなこと言っちゃうのみたいな、うん、なんかこう、どうせ俺なんて、みたいな。ああ、結構卑下してるってこと？そうそう、卑下してるし、なんか、やっぱ。自暴自棄な感じ？自暴、そう、自暴自棄だったり、なんか、
こう内省的なこう瞬間が顔を覗かせるどころじゃないくらい本当にもうへすっごいキラキラしたものにそういうなんか自暴自棄な言葉が乗っかってる感じがして、めちゃくちゃ気持ちよくってそれが。へえ。いやでもまああれは彼がいてこそのバンドだから俺なんかが歌ってみたいな。うん、でもまさに今俺なんかが。そうそう、俺も今なんか俺なんかって。うん、はまりそうな感じは勝手にするけどね。へ、うん、なるほど。キュア。キュア。うわ、ちょっと聞いてみます。うん、なんかあるボーカルで参加したい。ボーカルでですか。でも、ちょっとちゃうかもしれんけど、ブルーハースとかを初めて聞いたときに、あと、銀杏ボーイズとか、時に、うわ、この感じステージでやれたら、すっごい気持ちいいし、なんかあの、一つになってる感じっていうかね。確かに。あれはちょっと憧れたけど、ね。すごい、でも似合いそう、それ。いやー、ちょっと、米津くんの後にね、語るのきついっすね、俺。いや、全然そんな。いや、でも、なるほど、キュア。キュアっていうバンドがいて。でもなんか通じる感じはあるけどね。本当になんか年代も国、国籍も全然違うけど、多分俺と似たような人間なんだろうなっていうのが、すごい至るところから感じられる。若い人。いや、もうだから、80年代にあったバンド。80年代、そう。あ。で、もう多分、だいぶおっちゃん。へぇー。未だにその感じでやってるってこと？あれ今やってんのかな、今やってないと思う。そうなんだ。へえー、うわ、聞いてみよう。すげえいいバンド。ということで、皆さん、米津さんとの音楽対談、いかがでしたでしょうか？どうですか？楽しい。あ、ほんと？うん。楽しい。でもなんか、ちゃんと意外とかで喋ったことないもんね、二、うん、人でね。そうだね。なんか、最初会った時も4人だったしね。そうね。そう。で、なんか、もっと知りたい。嬉しい。もっと知りたい。ということで以上月曜音楽対談でした。もっと知られたい。菅田将暉です。今日のこの時間は FM93M1242 日本放送キーステーションに全国ネット、菅田将暉のオールナイトニッポンをお送りしています。そして今日のゲストは米津玄師さんです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、さっきのコーナーのリアクションが来てまいりますいました。ラジオネーム、ヤギちゃん。菅田将暉の音楽の話、うっすー。いや、だからね、俺は嫌やって言ったんよ。対談じゃなくてええやんって。俺はね、言ったんですよ。それは分かってますよ。でもいっぱい、やっぱ米津くんの話聞けると、やっぱり、なんか、新鮮でした。あ、本当に。うん。多分みんなも聞いたことないやろうから。他にも、ラジオネーム、ピアップ。米津さん、全く同じです。僕も降りてくるっていう表現すごいうさんくさいって思ってたんです。うん、マジで一緒です。はい、僕たち気が合うんですかね。今度アルバムのコラボ僕とどうですか。僕自分でバリカン使って坊主にしています。おばあちゃんから上手ねって言われます。だから天才だと思います。よろしくお願いします。お、それでよくやれるという。まあ確かに自分で全部坊主にすると結構むずいからね。ああ、そうなんだ。鏡とか。ああ、確かにそうか。うん、後ろ見えへんからね。ああ、一回チャレンジ。ああ。しなくていいと思う。今、想像したいやろうけどしなくていいと思う。まあまあ、ちなみにこの時間でね、もう、米津玄師様とは、お別れとなっておるんですけれども、はい、台本上は。はい。どうしますか？え？いていいんすか？いさしてもらってもよろしいんすかね？もちろんもちろん、本当に、もうすっとお帰りいただいてもいいですし。痛いです。ということで、残留。やったー。やったー。これから日大もよろしくお願いします。よろしくお願いします。菅田将暉です。今日のゲストは、米津玄師さんです。はい。いや、ありがとうございます。これから2時台も残留ということで。はい、いや、ぜひありがとうございます。いや、もう本当、好きな時間までいてくださって、結構です。リアクションいただいてます。ラジオネーム、ジャンケイジャン。僕も小学5年生の頃にパソコンが家に来て、バンプオブチキンはダイヤモンドからずっと大好きです。あら。僕と米津さんはスタートラインが一緒なのに、どうして今こうなってしまったのでしょうか。知らねえ。今、布団の中になぜか鉛筆が入ってて、ヒャーってなったところです。
どこで差がついてしまったのでしょうか。米津さん、僕の分も頼んだよ。半泣きのメールでしたけどね。まあまあ、でもちっちゃい頃からやっぱ音楽はずっと好きやったっていうこと、うん、ちっちゃい頃はでも俺漫画家になりたくってずっと。あ、そうなんや。そうそう。で、絵描くのがすごく好きな子供で、多分親の影響、親がなんか教員免許持ってて、その技術の。へぇ、あ、美術の。そうそう、その血だと思うんだけど、絵描くのが好きで漫画ばっかり描いてたんだけど、へぇ。そう、だから小5の時に音楽に目覚めてっていう。そういえば初めて会った時、富樫先生漫画の話したもんね。そう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 、レベル E。レベル E。ね。そうだ。レベル E とごっつええ感じの話しかしてなかったもんね。そう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 。静止画。あ、そっか、最初は絵やったんね。うん、だってこのブートレグ の、うん、あのパッケージの、ジャケットの絵も。そう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 。描いてるわけやもんね。描きましたね。これはなんとなくその、意味合いとかっていうか、なんかイメージとかっていうのは。うん、なんか、まあ、なんだろうな。いろいろ、意味合いを込めてはいるのを今俺が説明していいのかどうかっていう感じはね。なるほどね。まあそういうもんか、あんま喋ってもあれか。あんまなんか喋りたくねえなみたいなのは。愚問でしたね。うん、続いてラジオネームヤドカリさん。はい。僕がもしアーティストだったら、もうなんでみんな自分がアーティストをやれると思ってんのかな。僕がもしアーティストだったら、音楽が降りてくるとは言わず、音楽が僕の横に添い寝してきたとおしゃれに言います。米津さん、この表現はありですか？いややわぁ。いややわぁ。確かに、なんかねちっこいね。なんかねちっこい。うん、不純。添い寝、不純な感じする、なんか。そうね。うん、僕の横に添い寝してきたってちょっと不純やね。不純な感じ。そんな中こんな人も、はい、ラジオネーム安藤豊、米津さんには悪いんだけど曲って降りてくるもんだから、あ、まあ米津っちがその領域達して、からいろいろ話、まあその領域に達してからいろいろ話は聞いてあげるよ、とにかく曲ってスッと降りてくるもんだから。なんじゃお前。お前分かってない。まだ分かってない。そんなんじゃない。これやっぱ分かってないですか？分かってない、分かってない。降りてくるもんじゃないと。もっと泥臭く探していくもんですよ。音楽っていうのは。そうだよね。そんな。とかなんか俺すぐ言ってる。いや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 。乗ってくれてありがたいけど。まあでもそうだよね。ものづくりってでもそうだよね。そんなパッと降りてきたらね。うん、こんな苦労しないよね。うん、そう。どうしない。やかましいわっていう。ラジオネーム、アシュリンゴビームでズッキュンパンチ。僕は、サッカーの PK を止める天才です。米津さん、僕と曲を作りませんか？天才が弱いねん、さっきから。どういう曲になるんだろう。ちょっと一回考えてみます？PK を止める、だから反射神経が、多分あと予測が上手いってことですよね。相手の心理状態と、どこに蹴るかっていうのを、読む天才だと。なんだろう、わかんない。全然わかんない。どうなんだ、うん、そりゃそうです。行かせるわけがないですよね。うん、そしてきっと嘘ですからね、これ。うん、そしてラジオネーム、ギンギンしてんじゃねえよ。米津さん、僕はガチの天才です。はい。足首の骨をポキポキと鳴らして、裏拍を取れます、うん。ぜひ僕をメトロノームとしてスカウトしてください。お願いします！裏拍オンリーなんで。表はダメなんで。そうね、それはそれで使い勝手悪いね、うん、足をこうパキパキっていうのスイング的な乗り方しかできない、うん、そうね、うん、だいぶちょっとこうコアなっていうかね、うん、ポイントがだいぶ決められてしまうっていう、使いづらいですね。逆にこんな人募集とかないんですか？こんな人募集？こんな天才やったらみたいなね。なんだろう、まあうちのリスナー多分何だってみんなできるんで、こうお前、こういうお前やったらっていう人。だレコーディングの時とかに、だから、ビールがなくなったらすぐさま足してる人とかいたら嬉しいなと思う。おい、お前、すぐ送ってこい。気がついたら、あ、足されてるみたいな。そういう天才がいたらいい。なるほどね。うん、あの飲み切るのを見切る天才ね。そう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 。めっちゃいい。そういう人いてくれたら。なるほど。うん、これ募集中ってことで。はい。
ラジオネーム青より深い青、私は社会人なのですが、最近学生の頃はああだったな、こうだったなと思い返すことがあります。この前、夫と学生の頃はどんなアルバイトをしていたのかの話になり、ふと米津さんはどんなアルバイトしてたのかなと気になりました。というか、そもそもバイト自体していらっしゃったのかどうかもわかりません。よかったら教えてください。俺バイトしたことなくて。ああ、そうなんや。18、で、徳島から大阪に出て行って。うん。あ、まず大阪なんや。そう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 。そうなんや。大阪で、で、まあ、1年くらい学校行ってて、うんうん、まあ、辞めちゃったんだけど、うんうんうん、で、なんかもう、知らんかった。すぐボカロやり始めて、うん、でそこで結構、なんか、まあ、お金っていう意味で言うと結構入ってくるようになって、うんうんうん、でバイトとか一回もやったことなくて。なるほど。でも俺もね、したことないんよ。ああ、そうだよね。うん、バイトね。だからレジとかさ、ね、なんか今になって一回やってみたいな。ちょっとね、やってみたいと思うよね。確かに。分かる分かる、何がいいかな。何のバイトがいいやろ。二人でするなら何のバイトにする。品出しとか。コンビニの品出しとかする。あ、やばいね。陳列していく。めっちゃ綺麗に並べたいよね。そう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 。でも多分、遅いとか言われるからさ。パートリーダーに、バイトリーダーに。やだな。やだよね。続いて、ラジオネームメリールー。米津さん。米津さんといえば、徳島県出身ですが。はい。徳島は今、なぜか、ドイツに力を入れてることをご存知ですか？うん、知らない。鳴門市にある巨大施設ドイツ館にて、来週10月22日の日曜日に、はい、ドイチェスフェストイン鳴門が開催されますよ。ああ、普段着で奏でられる大工コンサートやフォークライブの音楽祭、ああ、ドイツの物産展もあるそうです。なぜですか？米津さんが住んでいた頃から徳島はドイツでしたか？全然知らないし、全然知らないぞ。徳島県ってドイツなの？ドイツじゃない。ドイツじゃない。なんかこう、なんとか都市みたいな、姉妹都市とかじゃなく。全然知らない、そんなの。ドイツ、ビール。うん。あ、ビール？ビール。かな。ビール飲めんのかな？そのドイツフェス行ったら。いや、ビールの、ビールあるでしょう。あ、行きたい。ソーセージもあるでしょう。行きたい、行きたい。辛めの。辛めの。辛めのソーセージ食べたい。そうだから、普段着で奏でられる大工っていう。なんかね、品があるのかないのか。ちょっと見たいな。ちょっと見たいね。なんやろう。なんかそういう祭りをやってんのかな。これは知らないっていうことで。あ、そうなんですね。実家に帰ったりとか、実家は向こうにまだある。実家、はい、ありますね。あんまり、もう。正月とか。うん、でも5、6年帰ってないかもしれない。あ、そう。うん、え、あんまり、まあでも帰る機会もそうないか。そうね、俺も正月ぐらいやもんな。正月毎年帰る。うん、なんだかんだ帰るかな。でも地元に帰るっていうよりかはもうおじいちゃんおばあちゃんとかに顔を合わせに行くっていうぐらいかな。それがいいね。まあそうね。え、正月とか何してる？何もしてない。なんかずっとお酒飲みながら家で音楽聴いてる。地味な感じだけど。まあでも俺もテレビ見たりするな、うん、それこそガキツカ見たり。ああ、ガキツカとか見るでも。あ、やっぱガキツカ見んねんや。ダウンタウン好き。ダウンタウンさんね、うん、面白いね、うん。そっか、徳島か。大阪に、俺、大阪どこに、どこにいたの？そう、俺天王寺のあたりに住んでて。なるほど。学校がそこら辺にあって。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。最初18で、越してきて、それカルチャーショックがすごくって、うん、どういうこと？どういうこと？なんか最初にだから引っ越してきて、うん、まずその大家さんに言われたのが、うん、夜あんま出歩かない方がいいよって言われて、危ないから。そう。え、日本と思って。びっくりしたそれは。そうね。うん、なんかそれ怖いね。怖く、めっちゃ怖かったんですよ。急にね、大家さんに、そう、夜出歩かない方がいいよ。そう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 。でなんかなんだろう、通天閣のあたりとかに、うん、まあそうね、今はそうじゃないのかもしれないけど、うんうん、昔こうなんかゴザ引いて勝手になんか物を売ってるそうねおっちゃんみたいなのがいたじゃん、うん、そうね、それとか見てて10円が20円で売られてる場所やからね。そう綺麗な50円100円で売ってるんだ。そうやっぱ売ってんねや。そうあと思ってすげー。
ちょっとまあちょっと尽きないですけど、この後もよろしくお願いします。菅田将暉です、ゲストに米津玄師さんが来ていただいてます。はい。よろしくお願いします。はい、なんかその、さっきのね、曲が降ってくる、降ってこない問題で、まだね、論争が続いておるみたいで、うん、ラジオネームギンギンしてんじゃねえよ。僕がアーティストなら、曲が降りてくるではなく、曲が生えてきたって言います。どうすかこのセンス。ああ、春の芽吹き的なニュアンス。おお、そう言うとすごいっぽいけど。吹きの塔的なことでしょ。いや、多分ね、そんなかっこいいんじゃない。こいつ多分、上からじゃなく下からやっていう。なるほどね。安直な、上から降りてくるんじゃなく、下から生えてくるっていう。だけのセンス。いいんじゃないですか。お、これはありっていうことですね。生えてくる時もあると。他に、ラジオネーム、クラウンマジェスティン。曲は泥臭く探す？あれ？米津ってまだそこのステージなんだ。そのステージよりもうちょい上に行くと一気に景色変わるよ。俺は、曲が歌詞より持ってお辞儀してくっから。やば。やばい、ちょっと。ちょっとやばいね。それはちょっと俺まだそこまでいけてないかも。いけてないか。うん、な向こうちゃんと買い物してから来てるからね。すいません、ごめんなさい。すごい。すごい、まだ見ぬ景色が。まだ見ぬ景色あるね。あるね。うん、歌詞より、ちゃんとこう。俺もそこまで行かないと。そこまで行かないと。そこまで行かないといけない。そんな景色ないから。なんやろみんな我ここにみたいな、あ、やっぱまだまだやっぱコラボしたいリスナーの方が、はい、後を絶たない、はい、ラジオネームゲスの極み福くん、はい、はいはいはーい、それ僕じゃないですか。ビールいい感じに注ぎますよ。しっかもう視線はそちらに向けないのでストレスフリーでーす。ズッチどうかな。こいつうざいな。こいつなんかそういう視線そっちに向けないみたいなこと言ってるけど、その文面のメンタリティ持ってるやつだったらちょっとやだなって。もうこれがストレスやもんね。それがもうまずストレスだ。そのメンタリティやだな。、うん、そうね、これは普通に友達としてちょっと、あ、そうそうそう、友達だったら面白いけど、いやいや、友達だったら面白いか、確かに仕事やとちょっとね、そう、やっぱり仕事でのちゃんとコラボやからね、うんうん、ラジオネームイヤホンジャックナイフ、米津さん、僕は唾液がビールなので、一緒にスタジオ入りすればもう飲みたくなったらいつでも飲めます。いいでしょ。何を言ってるんだろう。唾液がビール、もう強制キス。あ、口移し。そう、唾液やからね。口移しか。だって嫌でしょ、唾液を一回コップに。あー、生々しいな。いや、どっちも嫌だわ。でも口移しも嫌だわ。うん、ちょっとあかんって、そんな、今日は品のいいラジオって言ってるからね。ラジオネームビーグルサーモス、米津さん。ビールを飲み切るのを見切る天才なんているわけないじゃないですか。高望みしすぎですよ、はい、深爪の天才の僕で手を打ちません。深爪の天才って何。だからほぼ真っ白なんでしょ、爪。あ、白いの全くか、すごい爪の幅が短いかどっちかですよ、きっと。いや、痛そう。なんか。あかん。痛そう。君あかんわ。引かれてる。もう、しんどいな、こんな。ちょっと。どうやったらコラボできんのやろって、必死やんか、みんな。まあ、わかる、でも、その気持ちは。ラジオネーム、ベビードライバー。米津さん、奇遇ですね。僕も天才なんですよ。俺、ブランコに乗って、靴めっちゃ飛ばす、あれの天才です。めっちゃ飛ぶんですよ。米津さん。こんなところで言うのもなんですけど、僕とも次のアルバムコラボしませんか。曲名は闇と漆黒プラス俺でいきましょう。お願いします。ダッサダッサやば。ダッサ、しかもよう考えて闇と漆黒やから、ね、どっちも真っ黒。真っ黒、救いが一つもない、ね、救いが一つもないね。やば、ちょっとこれは危険やね。危険な匂いがするね。触れたくない、うん、ちょっとほんま相手にするの無駄ですよ、そんなんじゃ。ラジオネーム世界で一番姑息なババア、米津さん、僕は何の取り柄もない盆栽です、うん、はい、ただただ、はい、圧倒的に健康です、
曲作りましょう。おー、あるし、すがすがしい。すがすがしい、ね。確かにこれ漫画でも、体力バカって一番強かったりするからね。なるほどね。うん。あ、それはじゃあ作りましょう。これはでもありえるかも。ありえるかもしれない。これは。楽しいかもしれない。めっちゃ大きい声出るし。ああ、俺出ないからそれ。あの、肺活量とかもすごいから、ね、普通の人ができない、こう、ビブラートとの距離とかできる。もう筋肉番付みたいな。筋肉番付みたいな、うん。どれだけでかい声出せるか。息継ぎせず5分歌い切るとか。ああ、それはいいっすね。それはすごくないだって。それ一回、なんかやってみたいよね。そんな曲ないやん。うん、息継ぎせず。ずっとバーって喋ってるんですよ。そんなやつ。ずっと歌ってる。超面白いやん。そんな人おったらね。あ、でも肺活量ってでも大事やんか。だって俺やっぱあのレコーディング時苦労したもん、うん、息継ぎのタイミングとか息が持たへんからそういうのないからね彼は。なるほどね。でも須田くんの声もめっちゃいいよね。どうした急に。いや、そんなマジで。いや、めちゃくちゃいい須田くんの声は。え、ちょっとどういうことか聞いていいですか。レコーディングの段階でこう一発目ファって出した瞬間からやっぱ声がもうガッてくる、その、なんだろうな、リッチなんだ、声が。声がリッチ？リッチ？そう、なんか、だから俺にないもの すげえ持ってる感じがして。マジで？あの、まあ、曲、出来上がった曲にしても、あの、せわしんえなくの生の段階からもう、わーってなる、このエネルギーがあって。ほんまに？こう、すごい、なんかもう、なんか、もうガッとか、ふわっみたいな、あの、疑問がすげえ多いけど。いや、もう俺からしたら仮歌の米津くんのバージョンでもうこれでええやん。いや。たぶん、あの、サビの、だドア玉の音とかも、なんか、いや、これ来られたら本当に、やべえなっていう感じがすごいあって。聞いたかリスナー。やっぱね、声がリッチじゃないとコラボできないよ。いや、本当にすごいと思う。いや、それは、なんでやろう。それは、だ声って本当にだからいろんな、なんか。情報量は多いよね、やっぱね。そう。いろんなの出るじゃん、なんか。もう、生き様とか、そう、その人の骨格だとか、性格だとか、そういうのが、まあ、こう、なんだろう、ありありと出てる感じがすごくあって、なんか、俺、すげえ褒め、散らかした感じ、気持ち悪い感じになってた。いやいや、俺からしたらこんなありがたいことはない。いや、本当にすげえ。みんな、けなしまくってくるから。じゃあ、曲に行きますか。はいはい。先ほど言ってた曲を、じゃあ、はい、ぜひ、米津さんから。はい。曲紹介お願いします。さあ、キュアの、Friday I'm in Love。菅田将暉のオールナイトニッポン。菅田将暉です、そして今日のゲストは米津玄師さんです。はい。いや、ほんとこんな時間までありがとうございます。ラジオネームアシュリンゴビームでズッキュンパンチ。ちょっとまださっきの天才理論ちょっといろいろ、先ほどから曲が降りてくるだの泥臭く曲を探すだのおっしゃってますが、うん、僕はもはやその次元にはいません。僕がその次元にいたのはもう20年前の話です。曲というのは目の前にあるんです。曲は原子でできています。見えていないだけなんです。僕は手掴みで目の前の空間をつかみ、電子顕微鏡で観察します。すると曲が浮かび上がってきます。以上、これが僕のやり方。何を言ってんのか全然わかんない、ね。そうね。なんやろうね。すごい高みにいるんだろうな。多分彼は目の前に見えるんでしょうね。なるほどね。それをもう、つかめば曲になるっていう。ね、他にもラジオネームゲスパ。みんなまだまだだね。曲は振らないし、生えない。歌詞折りなんて絶対持ってこないから。曲って自分自身だから。俺は曲人間だから。曲人間みんなも早く曲になりな。曲になったら毎日がニューシングル。話変わってくるよね。こいつ腹立つな。曲人間ってなんだよ。やば。ちょっと、ヤジズ君の普通にやばってめっちゃおもろい。いやー、いろんなね、論争がありますけど、まあ本当この時間でね、ヨネズさんとは、はい、楽しかった放送も、はい、まあお別れということで、
一応まあ宣伝も一回しときますかね。はい。米津さんのニューアルバム、ブートレグが、うん、ブートレグ、うん、すいません、ブートレグが11月1日に発売。うん、灰色と青、プラス菅田将暉も収録されています、うん、ということで。まあどんなアルバムになっていますか。このアルバムは今までの中で一番こう幅が広いというか、うん、だから結構考え、頭の中でこう昔の自分と対話しながら作ることが多くって、小学生とか中学生の頃の自分と今の26歳の自分、対話しながら、うん、あれこれ作って、で小学生の頃の自分に従って作った曲もあれば、かたやもその26歳の自分が、今の自分が、わかる、今の自分しかわからない音楽も入ってて、なんかものすごい幅があって、だから、すごい歪なアルバムになったなって自分では思ってて、でも、通して聴くとものすごく美しいアルバムになったなと思ってるんで、いや、ぜひ、うん、これは皆さん聞いてください。はい。そんな中、こんなメールも来てます。ラジオネームぐるぐるカーテン。声がリッチじゃないとコラボできない？もうせっかく今いい話してくれたのに。いいかい、ヨネズ。はっきり言うぜ。気のせいだ。そんなことはない。ヨネズは俺たちと絶対コラボできる。ヨネズはできる子。できる子なんだから。マジで、なんとかしてくれ。なんとかしてくれって、うん。そこまで言われると。上からなんか下からなんか、なんとかしてくれないですかね。なんとかしたいなとは思いつつもね。多分無理だと思います。そうですよ。はい、暇じゃないからね。うん、いや、ということで、本当にこれでお別れということで、本当、はい、たくさんありがとうございました。ありがとうございました。はい、楽しかったです。いや、本当またぜひ、うん、また遊びに来てください。そして、はい、プライベートでもいろいろ遊びましょう。うん、遊びぜひぜひ。では、お別れの一曲、米津さん曲紹介お願いします。はい、米津玄師でピースサイン。この時間は僕、菅田将暉がお送りしています。ちょっとごめんなさい、今、コードが引っかかって。やばいやばいやばい、マイクが取れた。すいません、失礼しました。リアクションいただいてます。ラジオネームビールマン。須田！米津さん。もうね、一発目からおかしいやん。一発目からおかしいやん。須田！米津さんが連れてきてくれた新規リスナーをチッター取り込もうとしろよ。お前こんなん俺たちしか楽しくねえぞ。まあまあ確かにそうだね。俺は楽しくないからね、別に。さっきの妄想とかは。何で脱いだか選手権の話は別に。ラジオネームジビー。須田さんがゴールデンウィークを機にばっこり干されるとのことで。リスナー一同多忙を極める須田さんのスケジュールにようやく余白が増えるということに感激しております。いよいよ365連休。アルティメットゴールデンイヤーの我々ニートリスナーにタレント生命をかけて寄り添ってくれることが本当に嬉しいです。米津さん、彼は仕事がなくなりました。これからはコラボを控え、あなたは一人ですか？スター街道を爆走してください。やめとけ。大阪府ラジオネーム、蘇る倦怠感。正味、須田のゴールデンウィークの話なんてどうでもええね。全リスナー、デカレモン兄ちゃんを待ってんね。デカレモン兄ちゃん、まだでっか？じゃあ早速、ゲストをご紹介しましょう。米津玄師さんです。はい、どうも、デカレモン兄ちゃんです。じゃあ、それは怒った方がいいよ、マジで。怒った方がいいよ、ほんまに。大丈夫ですよ。こいつらほんま簡単に言いやがって。いや、ほんとに、そんなもんだから。違いますから。違いますから。いや、でも改めて。いや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 。菅田将暉のオールナイトニッポン2回目の登場ということで。ありがとうございます。いや、もうみんな大好きです。本当ですか？みんな大好きだと思います。だって、リスナーのやっぱ反響とメールの数等々の、その喜び方がちょっと異常で、正直僕はちょっと嫉妬してます。本当ですか？そんな。ちょっとだけイライラしてます。ありがとうございます。嬉しいですね。知ってる？でも最初に登場したのがもう2017年ですよ。ね、なんか、そうだよね、アルバム2年前とかだもんね。そう、もう2年ぐらい。その灰色と青の時から。早いね。早いもんよね。ね。YouTube での再生回数も1億回突破ですね。やったねっていうことで。それ1億突破した日があれだったんだよね。あ、そうだ。3年組の最終回の日で。であり、誕生日の日。そう。なんかあるな、みたいな。いや、そう、その話したね。そうだわ。すごいな。すごいよね、ほんと。
まあ、あの頃に比べたらね、我々もこう。だって、あれでしょ？前回はやっぱりちょっと気遣ったでしょ、うん、正直。気遣ったっていうか、もうひたすら俺が緊張してたっていう。ラジオとかさ、やっぱ全然出ないからさ。また生放送でしょ？まあそうね、そうね。なんかいらんこと言っちゃうんじゃないかな。いや、大丈夫ですよ、あなた別に人間的にそんな。危ないし、呼ばんし、こっちも。いや、怖いもん、なんかもう。いや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 。うん、ラジオって他は？最近は？最近も全然。メディア的には？そう、あの、メディアに出るのが、今年初なんで、うん。マジそう、ね、イヤホン抜けたわ。ちょっと待って。嘘やろ。ほんとなんか、嘘やろ。紅白以来？ま、そう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 。大丈夫？ほんとね、なんなら。うちで大丈夫？初仕事みたいなテンション感だね。いや、ライブはやってるよ。ライブとかはさ、でもなんか、まあ、遊びとか言っちゃあれだけどさ。まあ、楽しい。マジで？うん。何その、何その選び方っていうか。いや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 。大丈夫？うちで。ちょっとなんか変な汗出てくるもん。いや、それ聞いてからなんか俺が変な汗かいてきた。紅白の次、ここいや、嬉しいな。いや、ちょうどいい、ちょうどいい、ちょうどいい。いやいや、嬉しいですよ。まあでも今日は、その、変な話、スペシャルウィークでもないし、うん、平場の、そうなんですよ、リスナーの皆さん、今日別に、そもそも企画としては通常のラジオなんですよ。ただ、うん、まあ曲のこともあって来てくれてるという、なんか、後から後天的にスペシャルになったパターンだよね。うんうんうん。そうですね。そうなんですよ。うん、それは何、何なんでうちに来てくれるというか。いや、それはもう、須田まさきとあれば、いくらでも行きますよ、私は。いくらでも行きますよ。聞いた？みんな。うん、聞いた？この部分とかだけ永遠とリピートします、ね。いや、嬉しいですね。この間、だってその、灰色タホの時とかはさ、うん、変な話、初めて会って、うん、もうその次にはレコーディングとか。うん、そうね。2回目あったのがレコーディングだったもんね。いや、なんか。ほんで、そっから5回目ぐらいで、うん、武道館で一緒に歌ってくれた。うん。とんでもないスピード感だよね。毎日がなんかその、スペシャルすぎるというか。うん。うん、確かに。そっからはね、普通にこう遊んだりみたいなことも最近はできたかしね、うん、結構、たまーにね。そうね、この間卓球したもん。そうそうそう。すげえなんか、何だったんだろうね。あれ何やったのね。いや、なんか、もともと僕が、友人たちに、その、呼ばれて行ったら、うん、なんか、その、普通に、なんか、卓球台のある、なんか、飲み屋さんみたいなところで、うん、奥で卓球をしてて、そしたら、その中の一人が、米津くんと知り合いみたいなんで、うん、そうそうそう。なんか、須田いるって言ったら、これから来るって、つって、うん、いやいや、こんなとこ来おへんやろ、卓球しにと思ったら来て。行くでしょ、で、聞いたらなんか最近卓球中野さん、まあ、カメラマンの中野さんとかハマってるみたいな。卓球を練習してるところに、だから卓球やってるって言ったら、まあそれ行くしかないっしょ。なんだその、いやその、そもそも僕と米津くんを引き合わせてくれた人がそのカメラマンの中野さんでした。そう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 。その、なんだ中野さんだって卓球台交代言ってたで、スタジオ。そう、スタジオにね、この間俺行ったんだけど、卓球台スタジオがもうバーンって、でその時もういろんな人呼んで卓球会みたいな感じでやってて、なんなのそのあなたたちの最近の卓球熱は。なんなんだろうね。なんかもう中野さんっていう人がね、もうそのミュージシャン界のその、うん、なんかバンドマンたちのなんかご意見番みたいな、うん、そうねそうね、そのバンドマンたち集めて卓球みたいなの開催してて、へ、俺もその一員だから、うん、看板背負ってるわけや。看板を中野組の。もしかしたら俺一番弱いかもしんないけど。マジで、うん、結構上手くなかったっけあの時。いや、なんかね、見えないんだよね、球が。いや、やっぱりみんなちょっとお酒も入ってるから、ヨタヨタしてる中も、うん、結構上手かったよね。なんか、でも基本的に打率は低くてたまにミラクル出すっていうタイプ。いや、でもあの時、うん、なんか、ダブルスみたいなのやって、うん、でもラケットの数が足りんくて、うん、ちょっとごめん、ラケット足りんから、この雑誌使ってもらっていい、うん、そんな状況。そう、本当みんななんかもう。ラケットさえ持たせてもらえず、ちゃんとやろうよっていう。酔っ払いのやつだったよね。そうね、面白かったね。うん、面白かった、まあ。みたいな遊びもやってるもんな。まあ、今日、その、来てくれたことも、まあ、あれなんですけど、まあ、今回再び、ね、一緒に、うん、
その音楽をやるということになりましたわけですけれども、これはどっから喋ればいいんでしょうね、我々ね。そうですね。でもハエルタを直後ぐらいから喋ってたじゃないですか。なんかまたやりたいねみたいな話は、ね、話してて、で何回か会っていく中で、まあやりましょうよみたいな話は結構、で実はこの曲めちゃくちゃ時間かかったもんね。いやそうだよね、そうだね。一人にそれは俺が悪いんだけど。いや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 、それはそれは本当すごいさ、大変なことなんか本当に行けばさ、半年前くらいにはできてるはずだった。まあそうそうだね。うん、でそこで俺がもうなんか偉い方に力が入りすぎて、それでなんか菅田将暉に歌わせるんだったら大した曲、大した曲っていうかそのなんか気抜いた曲作れねえなって思うと、なんか一曲も作れねえみたいな感じになって。いやいや、ほんとね。怖えよ、そんな。すっごい時間をかけてしまいました、この曲を。いやいや、ありがとうございますです。逆にそんだけ、時間を使わせて、というか。だって、やっぱでもその、なんかやっぱね、期間みたいなのってあったけど、その多分熱量をみんなも感じてくれてたからこそ、なんか、夫人では入れたけどね。でどうですか、最終的にこのできた曲のね、まあ、話というか、間違い探しの、まあ、現在放送中の我が事務所の先輩松坂トゥーリー氏が主演を務めてるドラマ、パーフェクトワールドのまあ主題歌という、ことですが、本当でもなんかさ、その間違い探しの、情報が出るときに、そのコメントを書いてくれてた。その、ほんと4畳半くらいの狭い。そうだね。オフィスでさ、その、間違い探しの間違いに生まれたんじゃないか、みたいな。でもあのコンセプト自体はだいぶ前から変わってないもんね。そう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 。で、やっぱその時のこととか思い出すわけよね。ほんとに狭いもん。狭かったよな、あそこね。めちゃくちゃ狭い、なんかもう、壁に絵が。で、またあなたでかいから。その、もう。ほとんど隙間ないみたいなところでやってたもんね。そう。いや、そう思うと不思議ね。あのちっちゃいところで話したことが。なんかいろいろ本当にね、この半年くらいの中でいろんな曲が俺の頭の中を通り過ぎていったのよ。え？いろんなのが、本当だからこの間違い探しのさ、前にも一回聴かした曲とかあったじゃん。あったあった、あれとかもすげえいい曲なんだけど。いや、あれもめちゃめちゃ良かったよ。そうそうそう、すげえ良かったんだけど、果たして本当に菅田将暉が歌う曲なのかっていうことを考えた、だってその時点では、変な話、その二択みたいな状態で、間違い探しはない方を割と押してたよ。そうそうそう。ほんで、ちなみにこんなんもあってって言ってて、で、しばらく経ったらもう、その間違い探しの方で。そこは何が決めてやったの、その。なんか、こう、菅田将暉が歌ってる感じというか、ビジョンみたいなのが、に、その、なんつったらいいんだろう。こう、確信が持てなかったんだよね。なんか。え、菅田将暉って何なん？そんな、俺、だんだん聞きながら、菅田将暉ってなんだよ、なんか。俺はそれは。いや、めっちゃ嬉しいよ。俺、単純嬉しいんやけど。すごい、なんかさ、もう、菅田将暉じゃなくてもいいんじゃないかなって、ちょっと思っちゃったんだよ、ね。あ、そっちの方は。そうそうそう、なるほどね。ああ。ね、もっとさ、だから、まあ、俺は自分で曲書いて作って歌う人間だから、自分で歌って成立する曲を作っちゃ意味ないわけ。ああ、なるほどね。それでなんかまたすごい悩んで、なんか、まあ、ね、当たり前だけど自分が作って歌ってきたわけだから、どうしても自分みたいな曲になっちゃうし、だから、そことこう、まあ、自分であることは別に、なんかもう逃れられないことだからしょうがないんだけれども、でもそれでもこう、菅田将暉が歌って初めてみたいな、なんかニュアンスを出すためにはどうしたらいいかっていうのにめちゃくちゃ悩んで、で、最終的にもう、この、ね、その間違い探しであれば大丈夫だっていう、ああそこに落ち着いてくれたんや、たどり着きました。いやー、そうだ、その道中って意外とね、喋ってはなかったから、連絡のやり取りだけあったけど、そうね、そういうことやったね、なるほど。じゃあそんな間違い探しを、じゃあお知らせの後
CM だとお知らせの後ですかね、聞いてもらいましょうかね。須田まさきです。今日のゲストはこの方です。あ、米津玄師です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。リアクション来てます。はい。ラジオネームマロンパン。米津卓球クラブに入りたいです。ああ、僕はカッティングのヤス俺のカットは日本刀よりも鋭いと言われているぜ。いやー、お願いします。安から。ああ、ちょっと申し訳ないけど、うちのクラブにはいらんですよ、ね。うん、カッティングいらんねや。うん、弱そう。そうだ、まあ、うん、実際弱いやろしな。うん、こん、てか、なんでそこに食いつくかな。音楽の話、食いつこうやって、ね。うん。せっかく来てくれてんのに。そうね。ラジオネーム、プーちゃん。米津くんだっけ、はい、君さえ良ければなんだけど、その須田にあげて余った方の曲、うん、はい、俺に歌わせてください。あーあー、本当ですか。俺のビジョンを見てください。なんだろう、上から来てんのか下から来てんのか分かんねえな。だから、ビビってはいるんですよ。上から行きたいけれどもっていう。なるほど、ね。出てますね。いや、そんな簡単にあげれませんよ、うん、そんなね。大阪府ラジオネーム、レンジ電子。え、デカレモン兄ちゃんって、今年、メディア露出初なん？何どうしたん？働きたくなくなったん？俺たちニートと同じやね。お前らと一緒にするな。津田まさきのオールナイトニッポンリスナー結構、教育が行き届いてないんじゃないですか。行き届いてないのよ。逆よ。私ゲストですよ。違う。いや、そうなんですよ。俺もそっち側よ。俺の教育じゃないからね、これは。そうですよ。失礼なんじゃないですか、わけじゃないからね。そうよ、ほんと。ごめんね、うん。裏でいっぱい制作してるんですよ。うん、まあ、ニートみたいなもんだけどね。違うよ。お前はそこ違うよ。乗るんじゃないよ、そこ。じゃあ、くだらない話してもしゃあないので、うん、早速じゃあ、ここでお待たせいたしましたということですかね。はい、間違い探しの、まあ、フルを、解禁しましょうかね。はい。もういいですか？言っちゃって。いいんですか？じゃあ、お聞きください。なんか緊張するな。緊張しますね。すっごい緊張するよな、今日。初でしょ？初。初よ。なんかドキドキしますね。嬉しいね。こういう、ごめん、音楽、こういうさ、音源解禁するときって緊張する、うん、いや、めちゃくちゃ緊張するよ。うん、そうやね、うん。普段からそうなんや、それは。緊張する。いや、みんな、やっぱ、そこがね、一番大事。やっぱ、聞いてもらうことによってね。そうだよね、最初のね。うん、初めて整理するから。じゃあ、まあ、早速、紹介するってことでいいですか、うん、はい。ぜひ、感想メール等も、お待ちしております。ということで、お聞きください。須田まさきで、間違い探し。お聞きいただいたのは、須田まさきで、間違い探しでした。解禁されましたね。そうですね。はい。いや、いい曲ですね。さあ、米津玄師作詞作曲プロデュースドラマパーフェクトワールド主題歌の間違い探しの、配信リリース日が決定しました。いえ。2019年、5月14日の火曜日です。うん、てことで皆さんぜひお聴きください。よろしくお願いします。おいおい、解き放ってもいいんだぜ。光のラジオってやつをよ。菅田将暉のオールナイトニッポン。菅田将暉のオールナイトニッポン。菅田将暉です。今日のこの時間は菅田将暉のオールナイトニッポンをお送りしています。そして、ゲストはこの方です。米津玄師です。お願いします。よろしくお願いします。早速、リアクションがいろいろ来てます。はい。東京都ラジオネームジャイアント厚彦。これ本当に雑誌で卓球してるやつが作ったんか。雑誌で卓球。何かの間違いじゃないかってくらい美しい。おお。まあそこそこは良かったけど、ちょっと変な情報を伝えすぎました、ね。ラジオネームランボルト。間違い探し聞かせていただきました。この季節にぴったりの温かい楽曲で。うん、須田さんの尖っているようで、どこか柔らかい歌声にぴったりです。うん、米津さんありがとう。いやあ、ありがとうございます、こちら。そして須田さん、正直これ、ドラマ主題歌いけるぞ。
いや、じゃあ、なってんのよ。なってるんですよ。まだ知らないのかな、知らないのかな、知らないのかな、携帯持ってないのかな。やってるんですよ。他にも来てます。ラジオネーム、イクラ丼。間違い探し。感動して胸が熱くなりました。米津さん。間違いなく、須田のビジョン捉えましたね。これは紛れもなく、こいつの歌です。絶対買います。米津さんありがとう。こちらこそありがとうございます。腹立つな、なんか。何やろ。もうちょっと素直に褒めてもええんやね。なんか、素直に褒めてもええんや。なんか剣があるの、こいつとか言うしな。ラジオネーム、パッキー。米津さん、こんばんは。こんばんは。間違い探し聞かせていただきました。はい。非常に素晴らしい楽曲です。ああ、ありがとうございます。そこで相談なのですが、米津さん、次は、僕をフックアップしてくれませんか。僕は志望校の美大を二浪し、4月にして、4月にしてもはや諦めムード全開、月に4回くらいカラオケは行くし、うん、何より時間があります。めっちゃ、粘土細工とかうまいです。お願いします。なんか前もいたな、そんなやつ。フックアップしてください。それだって今一番フックアップしてほしい人やもん。そりゃそうでしょ。ちょっとじゃあなんか、リプライでも何でもいいから音源、音源送ってください。音源、あ、うん、そっかそっか。みんなそうやって、パッキー、粘土細工の前に音源。音源をね。音源をね、聞かせてくださいってことです。いやー、解禁されましたね。ね。ちょっと、緊張したね、謎にね。緊張しましたね。いやー。いやでも本当にさ、なんか、もう何回言うんだよって話かもしんないけどさ。はいはい。いい声ですね。いやいやいや。いやいや、本当ですか、本当に。本当にいい声だと思う。いやいやいや。毎回聞けば聞くほど嫉妬するもん。いや、本当にそれ毎回言うけど、俺としては逆なんやけどね。ありがとう、それは。なんかやっぱ、こう、パンってこうさ、パンとこう、なんだろう、一瞬でこう、人の心にサッと届いていくさ、力を持った声でさ、本当、いやでもその自分の声が分からんけど、でもそのなんか歌いやすさっていうのは分かるというか、なんとなくそのキーの細かいことは分からんけど、なんか多分お芝居とかでも自然に張りたい時に出てるようななんかキーっぽい気がすごいした。だからそこがあれなんでしょうね、その音楽的にちゃんと俺にのその合わせた部分というか、なんかでも本当になんかこのキーならちょうどいいくらいのキーなんじゃないかなと思って、言ってたもんね。そのサビのさ、その一番高いところとか、あそこなんかあそこ大丈夫かなちょっと思ったんだけど、そうね、実際それ歌ってきてくれた、その本番で一発目ドンって歌った時に、なんか俺はそのデモでは裏声で歌ってたんだよね。ああそうか、サビのそうね、そう裏声で、その君の目があんところの裏声で歌ってて、でも、ね、あんたはその、地声でね。地声でね。そう。地声で来たん。まあ、要は間違えたんやけどね、俺は。あ、裏声、ここ裏声のとこやって忘れてたんやけどね。あ、でも、そこで、あ、この曲はこういう曲だったんだっていうのが。で、そっか、三段目のとこで、そうそう。裏声にすればいいってことだよね。だって俺その、このキー大丈夫かなって連絡をくれたやんか。もう、その時ちょうど風呂入る前かなんかで、ずっと風呂で歌ってて、こう、あ、全然出るなとか思いながらやってたから、不思議やった、なんか。いや、ちょうどよかった、本当に。あのキーで。いや、すごいなと思って。すごい、やっぱ、お風呂ってちょっと3倍ぐらい上手くなるやん。リバーブがね。リバーブがすごいから。すげえかかってる、で、誰もいないから。うん。いや、そっか、レコーディングそうね。でも俺、なんか前回と一個違いを感じて。やっぱハイロンとアオンの時にさ、お互いこう、ちょっとまだ、始めましたような感じもあったよ、で、前回、その、俺がまあブースの中で歌って、そのブースの外で指示をくれてて、で、最後、全部終わってから一緒に、最後一緒に歌わへんみたいなのがあって、で、ブース来てくれて歌った。っていう、なかなかエモーショナルな。うん、やってたね。やって。うん。したら、今回、まだ歌撮り始めて数分ぐらいで、米津玄師がブースの中入ってきて、一緒に歌おうぜって。あれ、なんかえらいフランクになってると思って。これなんかそのね、感じたよね。
いや、やっぱさ。心境の変化というか。うん、やっぱさ、その、ね、2回目とかだとさ、俺もう超人見知りマンだからさ。ちょっと、あんま、こう、グイグイいけないんだけど。だって、もう今回に至っては、その、ただ来るだけじゃなく、うん、照明変えて、ろうそく持ってきて、うん、もう完全に自分のフィールドを作って、よし、一緒にここでやろうぜ、そうそう、誰も見てないから、みたいな。それ俺、アテンドしたんだよね。なんかアテンドっていうか、なんか、ね。演出やもんね。演出、そう。もう、その、ね、うん、ただ、俺の近くにアロマ置くのやめて。あの、ダメだった。喉に匂いがすごいんよ。ちょっとだけ話して。なるほど、なるほど。あれ、雰囲気はいいんだけど、ちょっと近かったわ。ごめん、それは。なんか、あの、何フルーティーな。うん。なんか、どんな匂いかわからんけど、うん。植物系の、なんか白い花やろな。なんかね。なんかいい匂いで。なんかいい匂い。いい匂い、うん、白目のお花の匂い。普通に、だから、戻ってる。うん、こうマイクに向かって踊ってるその向こうでこう。いや、そうよ。手を振り、だから、とはいえ、レコーディング中ってさ、俺しか歌わんから、うん、で、同時に別にね、あの、なんかやってはないやんか。うん、だから、俺が歌ってる目の前で、ただただ、おっきい人がゆらゆら動いてるっていう。あれ楽しかったね。楽しかったね、あれ。楽しかった。すごい楽しかった。新しいセッションのなんか、仕方やったね、うん。え、普段自分のレコーディング時は、どうやるとかあるん？いや。あんな感じなの？全然普通に、バーって歌って、歌って踊って。え、でも今回もさ、どこまで言うていいんかわからんけど、うん、こう、一日レコーディングして、うん、もう一日コーラス一日やって、うん、二日目のコーラスの時にさ、ちょっとここのメロディー、ちょっとこういうの試してみていいかってさ、うん、あったんですよ。うん、で、俺としては、前日に全部歌い終わってて今日はコーラスって仲やったけど、うん、うわまだこの一日でも、うん、米津玄師の脳内で、うん、まだなんかこういうものあるんちゃうかっていう、うん、なんかその探索がまだ続いてたんやってところがすっごい感動した、うん、いやまあ超嬉しかった。細かい話だけどね本当に。いや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 、いやだってそれこそ長い期間かけてさやっと完成してんからさ、うん、ちょっと安心してもいい時期やったわけやんか、うんうん、そこでもなんか、あぐらかくわけじゃなく、真面目な話。いや、まだあるんちゃうんかなっていう感じが、うわ、かっこええなと思った。でも、そういうのってさ、ない？いや、あるよ、あるある。あるよね。あるある。あるけど。なんか、だからさ、それは、やっぱ、ね、せっかくこういう機会だしさ、ね、で、また、こんだけね、いい声持ってる人がね、自分の曲歌ってくれるって言うんだから、それは、ね、最高のものにしないと。まあまあそうだね、そうね、うん。みんなにも失礼だし、聞いてくれる。そうだね。でも、いろんな人に全部失礼。自分に対しても失礼だと思うし。なんかそこにプロを感じた。うん、いや、変な話さ、こう、二人でこう、ブースの中で踊ってる時はさ、ただただ友達のプライベートのそれとそんな変わんないわけやんか。うん、でも、あ、ちゃんとこれはこれでプロのとしての仕事なんやなっていうのを、うん、ちゃんとなんかそこで、なんか甘んじない感じ。うん。わー、やっぱさすがやったね。恐縮です。というわけで、あの皆さん、ぜひこれから聞いてください。引き続きあなたからメールをお待ちしてます。はい、メールアドレスは、すだアットマークオールナイトニッポンドットコム、すだアットマークオールナイトニッポンドットコムです。ではですね、ちょっと一緒に、こちらのコーナー、参りたいなと思います。はいはい、月曜音楽アカデミー。このコーナーでは、リスナーのあなたから送っていただいた明日誰かに言いたくなるような音楽情報を紹介していきます。僕菅田将暉もなんやかんや歌手をやっていまして、なので音楽のお勉強もしていきたいなと思っております。リスナーの皆さんも一緒に音楽のお勉強していきましょう。そして今日は何といっても米津玄師が一緒なので、はい、これは何とも心強いということで、ね、うん、やっぱちゃんとしたミュージシャンと一緒にやりたいっていう、うん、では紹介していきます。ラジオネーム画素数ゼロ。ヤエリギターって知ってる？はいはいはい、持ってますね。あ、本当ですか、はい、そんなあのギターのこれは話ですかね。読んでいきます。日本の職人が手掛けるギター、ヤエリギターの記事を読んだので、うん、はい、教えてあげます、はい、あ、ちょっと教えてください。すみません、だいぶ上からですかね、はい、1965年に学校教育用の木琴の製造の売り上げが低迷していたことをきっかけに、本格的にギター作りを学んだ先代が岐阜県、蟹市に工房を構えて始めたのがこのヤエリギターと呼ばれるブランドだそうです。知らなかった。で、創業してから長い歳月をかけ、ミュージシャン同士のネットワーク、先輩後輩の口コミでその楽器のクオリティの噂が広まっていき、今このヤエリギターを使用している著名なアーティストとしては、海外では、エリック・クラプトン、ポール・マッカートニー、日本では、桑田佳祐さん、桜井和俊さん、吉井和也さんなど、
この世の音楽この人たちだけで回していけるんじゃないかというようなメンツばかりと。ニャイリギターで働く従業員は現在35人。うーん、あ、そんな少ないですね。ね、うん、全国からギター作りに、憧れてやってきた人たちだけで構成されており、この時代にしては珍しく誰もマジで会社を辞めようとしない現場だそうです。もうみんなもう好きでっていうことなんでしょうね。ちなみにこのギター、樹齢200年のスプルースという、スプルースという木で作られているとのことなのですが、この200歳の木が悪魔と契約していて、この木で作られたものは必ず名声を手にするみたいな物語を思いついたんですけど、ここから先は頭いい人誰か考えてくれませんか。全然関係ない、ごめんね、最後全然、最後ごめんね、ちょっとちゃ変なちゃちゃ入ったけど、まあまあありそうよ、確かに10日交換のね、うん、話なんでしょうけど、うん、いや、なるほどね、ギターの話です。ニャイリギターね、一時期持ってました。ニャイリギター持ってました、そのアコギ、すげえいいギターだと思いますよ。あ、そうなんですか、うん、でもあんまりそのギターの種類のことは分かんないですけど、うん、普段そのもちろんまあ楽曲によっても変えるんやろうけれども、うん、ギターで曲作るんやっけ。うん、大体そうだね、最近はなんかその鍵盤で作ることも増えてきてはいるけれども。あ、そうなんや、最初がギターだったから。あ、それが、うん、一番最初の始まりとしてはギター、うん、その時は何のギターさ。その時はでもまあ最初だからね、普通にすげえそこら辺に売ってる超安いさ。あ、そんなもんない、どこのやつだみたいな、あるね、たまに、うん、グラスルーツとかなんか本当に廉価版のやつみたいなんでやってたけど、ギターね、うん、ライブとかでさ、そのまあもちろん曲にもよるか、でも、なんか俺も最近ちょいちょいそのなんか音色みたいなことをバンドメンバーとかに言われて、あ、そっか、そんなも気にせなあかんかとか思いながら。ギター買ったんでしょ、だって。うん。買ったっていうか。うん、そうそうそう。なんか新しいの。そうそう、ギブソンのやつをいろいろあり、アイノゴーパイセンが、あのまさかのプレゼントしてくれるっていう珍事件があったんけど、いいよ、まあそれはでもエレキで、うん、そうそう、ちょうどなんか音的にもなんかああいうジャキジャキしたもの持ってなかったからよかったけど、その手どうやって普段選ぶの。なんだろうね、なんかでも最初はさ、やっぱその好きなミュージシャンが使ってるギターとか、あー、やっぱそういうところから始まって、ことなんやね、やっぱこの曲すげえいいな、この曲の良さなんでいいんだろうっていうところからまず始まって、うん、じゃあその機材ってどうなってんのかっていうところで、じゃあ使ってる機材だ、あ、テレキャスなんだ、テレキャスってじゃあこういう音が出るんだ、じゃあこういう音を使って曲を作りたいなっていうとか、いろんななんか好きな人が何使ってるかっていうのが、それを掘り下げていくのが一番ね、自分の好きな音にたどり着く手っ取り早い方法だと思うけどね。じゃあ米津くん的にはその最初のなんていうの、憧れっていうか、うん、これ好きなっていうのは例えばどんなアーティスト。最初は本当になんか前のここでも言ったかもしれないんだけど、バンプオブチキンで、なんかその藤原元さんのことが本当好きだったんだけど、で彼が使ってるのはそのレスポールスペシャルっていうギターで、うん、でも高いのやっぱ、まあ、子供からするとそりゃそうだ、ね、高いから買えねえから、うん、もうほんと同じデザインの2万円くらいのやつ、うん、そんなんあんの。そうよく見つけたな。あんのよね、やっぱ、うん、廉価版でね。ああ、そうなんだ、うん、でそういうのを見つけてきて、そう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 みたいな。だから最初始めるときは別に音の良し悪しとか考える必要ないんだよね。そうだよね、うん。見た目でって結構みんな言う、ね、うん。本当にね、見た目。ね、言うもんね。大事、めちゃくちゃ大事。かっこいいか悪い、良くないかっていう、うんうん。自分のね、自分のゴーストに聞くことが大事です。なるほどね。なんか、ね、これなんか、ゴースト、うん。俺もなんか意味わかんないことかなって思ったんで。いいよ、うん。だいぶ。広角機動隊が。あ、なるほど。そういうことか。マジいいね、そういうことか、ごめんごめん。これ調子乗った。いや、最高やんから、ごめんごめん。うん、なるほど、いいよ。だいぶ、だいぶ、だいぶ来たよ。じゃあ次行くよ。ラジオネーム、セントラルマン。セリーヌ・ディオン。
レディーガガの紹介文を執筆。読んでいきましょう。アメリカのタイム誌が発表した世界で最も影響力がある100人の一人に選ばれたレディーガガさんに対し、セリーヌ・ディオンさんが推薦紹介文を寄せたそうです。レディーガガを愛しているというセリーヌは、彼女をパワフルで説得力があり、情熱的で繊細、世界で最も素晴らしいボイスを持つ、最も独創的なアーティストの一人で、彼女の芸術的表現にはルールも限界もないと綴ったとのこと。大スターの紹介を大スターがやるという文化、とてもいいですね。ぜひ日本でも根付いていってほしいものです。なので今から僕が須田さんを紹介します。僕は須田まさきを愛している。彼は仮面ライダーという素晴らしい作品で世に現れ、とにかく痩せている。その軽さたるや綿飴同然である。彼は関西出身だ。映画では標準語を喋るくせに、バラエティでは関西弁を喋ることでギャップを生み、世の女性から人気があるらしい。なぜならとにかく痩せているからだ。女の人は痩せている人が好きなのだ。彼は気に入らない AD を一度殴り倒したことがないわ。殴り倒したことがあるらしい。以上思ってここに推薦文とする。終わり。全然褒めてないやん。すげえな。全然褒めて、後半いらないですよ。全然褒めてくれ。いいリスナーですね。このとにかく痩せてて AD を殴るっていう、この細いタイプのなんか危ないやつ。一番危ないやつ。一番危ないやつですね。褒めてくれるじゃないですかね。なんか自動翻訳みたいな文で送ってよ。綿飴同然である。なんか間違った自動翻訳っぽいね。綿飴同然である。そんな表現があるんでしょうね。うん、いやでもすごいですね。大スターが大スターを紹介すると。どうですか。あの我々がね、もしお互いをタイム誌で紹介します。タイム誌で紹介。タイム誌で。タイム誌で。おお、したいっすね。そうですね。彼はスタンダードだ。もう日本のスタンダードなんだみたいな。あるじゃないですか。やりたいですね。そのね、恥ずかしいけどね。うん、だいぶもう今日すでに言うてくれてるみたいなところ。うん、なんかさ、でも俺さ、菅田将暉褒めすぎてちょっと気持ち悪いみたいな感じになってねえかなってちょっと思う。何を気にしてんのよ。ちょっと気にすんの。何を気にしてんのよ、それ。前のさ、前の時もさ、もうひたすら俺が褒めるみたいな瞬間あったけどさ、おうおう、なんか褒めすぎるともうなんか逆にこううざんくせえっていうか。誰も思ってないよ。誰も思ってないよ。俺的にはどんどん褒めて。本当に。どんどん褒めていい。どんどん褒めて。いや、もうあなた天才ですよ。あなたこそ天才ですよ。天才だと思う。俺が言うとなんかうざんくさい。俺が違う。いや、嬉しいです。すげえと思う。本当に。じゃ続いていきます。ラジオネームカロン。 Z に新恋人発覚。年収20億と言われ、自宅には俺のアパートの6倍ぐらいのスペースに絵だけが1枚置いてあるみたいな場所が玄関として使われている許せない DJ Z。 新恋人の噂が浮上しています。お相手は2012年のミスユニバース世界大会優勝という肩書きの一本槍で、2019年までしぶとくメディアに残っているオリビアという女性だそうです。あれ、言い方が剣があるな。その肩書き一本でしぶとくと、あんまり言い方じゃない。ここからは、僕が20億持っていたら何をしたいかという話をしようと思ったんです。いいいいんですよ、そんな話は。思ったのですが、こんなニュースが飛び込んできました。アフリカの富豪アリコダンゴさんが、自分の保有する資産が1兆円を超えたことが分かると、これは紙に書かれた数字に過ぎないと考え、銀行から約11億を下ろし、お金を車のトランクに入れた後、トランクを開け、その11億を眺めて、これでよし、自分にはお金があると今なら信じられる、そう確信した後、全額銀行に貯金し直したそうです。いや、その金で何かするとかないんかーい、ズコーという。すごい話やな。全然関係ないけど、何の話だったんですか。一応あの
音楽の音楽の時間なんですけどね。なるほどね。多分いかんせん喋れることがなかったすごいな。この一兆とか奥のレベルなど実感ないよね。兆ってやばいよ、ね。兆ってもうね。やばいとしか言いようないよね。兆とか。すごいよな。あれはなんやきっかけなんか約で。なんか1億か2億ぐらいをこう現金で役でなんかリュックに詰めて逃げるみたいなのがあって、うん、なんでもそれでも20キロぐらいしたよ。1000万10キロやったかどっちか忘れたけど、うん、いや多分相当やと思うよ。11億を眺めるって紙だもんね一応ね。そうそうそう紙って重いよね実は。重いよ。あんだけさすがになると重いよ。20キロとかなるよね多分ね。重いと思う、うん、これまたその貯金し直すというところが何やろね、ここまで行った人の遊びというか、それで何かするというわけでも寄付するとかさ、その逆に物としてその11億を使って何かするっていうわけでもなく眺めて終わり。なんだろうねそれは。もっと楽しいことに使えばいいのに ね, ねなんで。まあそうそう使われへんやろけど。全然関係ないけど最近買い物とかした買い物とかしなさそうやん。なんか買い物ねなんかさなんかそんないや俺もなんか裏腹とかいかなさそうやん。あいやなんか使うことあるっていうか逆に聞くけど。いや俺はだから本当でも洋服ぐらい、うん、俺は、うん、いや俺もなんかないんだよね使うの。まあそうだよね。だから酒飲む時にね、うんうん、払うくらいで、うん、また言ってもだよね。あんま買ったりしないの？ないんだよね。洋服とかあれどうしてんだっけいつも。洋服はまあスタイリストの人とか、あそっかそっか、うん、なんかもらったりとか、もらあんまもらうってかまあ、買い取ったりとか。わかる。だからっていう必要最低限って感じだし、あの買い物行こうや。マジで。ちょっとおもろない。何コーディネートしてくれんの俺。全然する全然。俺にもして逆に。マジでしていいのやりたいよ、それ。それおもろいな。うん。なんか買い物、なんか、鏡の前とかでさ、うん、なんか T シャツとかこう当ててる姿とかさ、想像つかへんもんね。やんないね。ねえ。あんまり。なんか、うん、こう鏡の前でこう、くるって回ってみるみたいな。うん、いや、やりたいよ。想像つかへんもん、ね、俺もそういうことを人並みにやりたい気持ちだけは持ってるから。あ、ほんと？うん。なんか機会がなかったのかな？なんか、やっぱ、外で歩くのって飲みに行くときくらいしかないんだよ、ね。まあまあ、でもそうね。日中特にないわな。うん。大体も曲作ってるから、家で。まあそうだよね。作業もしてるしね。うん。あ、じゃあ、今度どっかでそれしよう。やりましょうよ。日中に。うん。南青山とか行こうよ。面白いな。馴染めるかな俺。面白いな。二人して、うん、ブランド街歩こうよ。やろうよ。ということで、引き続き、明日誰かに言いたくなるような音楽情報をお待ちしています。受付メールアドレスは、suda@allnightnippon.com、suda@allnightnippon.com です、うん。メールの件名に、月曜音楽アカデミーと書いて送ってください。では、ここで、米津くんからのリクエスト曲です。はい。菅田将暉でゆらゆら。お聴きいただいたのは菅田将暉でゆらゆらでした。この時間は菅田将暉のオールナイト日本をお送りしています。今日のゲストは米津玄師さんです。はい。さあ早くもこの時間でねお別れと。はい、早いもんですね。早かったですね。うん、ほんとあっという間で。早かった。リアクション来てます。別れ際、ラジオネーム別れ際ちょっとムキになる米津さん。別にキモいとかは思わないですけど、うん、あんまり須田さんのことを公共の場で褒めると、ご自分の株を下げることになるので。なんで？気をつけた方がいいですよ。なぜ？なんでよ！なんでなんで？なんでよね。わかんないわかんない。わかんないわかんない。俺もわかんない。俺も全然わかんない。いいじゃん。いいじゃん、いいよ。全然いいじゃん。わかんない。俺お前がわかんない。ラジオネーム、味噌クリームコロッケ。米津さん、須田まさきに最高の曲をありがとうございます。いやいやいや。そして普段リスナーから舐め切られている須田を褒めるという、僕らの頭には全くなかったことをしてくれて。ありがとうございます。ただ、自分のゴーストってごめんなさい、どういうこと？そうね、それ思いますよね。すいませんね、なんか。いいじゃないですか。ね、なんでゴーストイン？ゴーストインザシェル。インザシェルですよね、うん。すごいいい映画なんですよ。そう、そうなんですよ。いい映画。僕も見ます。うん、他にも来てますね。ラジオネーム、ウリアン。米津さん、
お金を使わないとのことなのですが、はい、米津さんあなた才能あります。はこれは僕が最近注目している全く新しいビジネスで、は新しい形のサーフボードの開発に投資してみませんか。おなるほどね。話なんですね。アメリカではすでに流行りつつあるんですけれども、はいはいはい、海外のやり取りだからまず、はい、米津さんから僕に500万円預けてもらう。なるほど。でまあ少し多いかなと思うかもしれないですけど、これはいずれ返ってくるお金だし、返ってくるんですね。これはそうなんですよ。大きい声ではまあ、言えないんですけど、はいはいはい、みんなやってるんですよ。なるほどね。みんなやってるんですね。あとは米津さんのいつも通りに過ごしているだけで、うん、ある日構造を見てごらんととんでもないことになっていますよ。うん。500万あれば、ね、500万うーんみたいですね。いい話でしたね、うん、そっか、そうそう、あのね、却下ですね。さすがにこれは、うん、バカじゃねえんだ俺も、うん、それはごめんなさい。そうだぞ、本当、ね、バカじゃねえんだからな、うん、そんなお前らの脳で騙せると思うなよ、うん、ラジオネームゴロゴロカレー。え、買い物、ええやん、いつ行く。俺今月ちょっとピンチやから。どう、来月とかにせん、うん、てか3人で遊ぶとかやばない、うん、え、なんだやばない。南青山からあえての横浜行こうや。お前誰やねん。ちょ、マジ、こやついるよね。一緒に、こやつおるよな。こやついるわ、マジで。え、3人で遊ぶとかやばない。いいか、ええよ、お前とは。ちょっと、いるわ、こういうやつ。面白いな。行きませんからね、ほんとに、うん。いや、どうですか。早いっすね、ほんと。早いっすね。今日特に早かった、俺も。もうだって1時間半ぐらいでしょ。うん、すごい楽しかったですね。よかった。うん、前回よりかはもうリラックス。リラックス。よかった、よかった。できました。まあ、その、間違い探しも解禁されたということで、うん、今一度、楽曲のことを、なんか話したいということがあれば、うん、今の時間曲のことね、はいはい、でもやっぱすごいシンプルな曲になったんですね、うん、今回は、まあ、ハイロタワーもそうだったけど今回よりシンプルというか、うん、なんかこうであったかいさ、その、まあ、春って言葉もあるし、うん、シンプルとはいえ俺からしたらびっくりしたけど、ね、あのね、シンプルなんだけど歌は超大事。いや難しいし、うん、あとそのコーラス撮りで一日やったよ。ああ、はいはいはい。すごいのよ。だから、うん、結構個人的には、俺が歌ってるその裏とかのコーラスが何層にもバーって、なんかその、そのなんかギミック、うん、仕組みというか、なんかそれは素人でもう、うわ、すげえってなると思う。はい、うん、そのこう、シンプルゆえにね、やっぱそういうところが、にあるっちゃあるんだけど、でも、やっぱそのシンプルであればあるほどさ、やっぱ声に対する比重っていうのはどんどん大きくなっていくわけであってさ、ね、なんかもしかしたら俺だったら、もしかしたらっていうか、うん、まあ俺だったら歌えないような曲を、いやいやいやだから本当にね、イントロとかなしで歌からどんどん始まって、いやいや、だって俺は聞いてますからね、うん、変な話、米津玄師の声での間違い探しを、うんうん、あね、俺はそれを聞いて練習してたわけだから、うん、そこに感動して今回やってるわけだから、うん、それはないですよ。いや、でも本当にこれはもう菅田将暉だから成立した曲だなと思うんで。いや、もう作らさせてくれて逆に俺はありがとうございます。いや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 、こちらこそです。本当に、うん、あなたは天才よ。うん、知ってる。決まったね。決まったですね。俺はあのね、天才。ありがとうございます。あ、リアクション来てますね。ラジオネームドーミードーミー。まあ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 、二人とも。まあまあまあ、二人とも天才。最高。多岐にわたる活躍。はい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 。解散。解散。お前が仕切るな。誰なんですか。いや、でもなんか、改めて、なんかありがとうございました。いえ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 。まあ、普通に打ち上げでもしましょうか。打ち上げしましょう。そうだね。ね。ということで、間違い探しの配信は、2019年5月14日火曜日です。ということで、じゃあ、また遊びに来てください。ね、ぜひぜひ。全然今度は何もなくてもいいよ。マジで？何もなくてもいいよ。本当に？うん。なんか、全然。来たいです。アイドリング代わりに来てもいいし。なんか。なんか、ね、喋りたい。みんなと喋りたい。あ、全然。みんなと喋りたいぐらいのテンションでいいよ。これ喋りたいみたいな。うん。これ勝ってんけど、みたいな。そんなんでもいい。そんなんでいいの？全然いい、全然。マジで？全然。きっと編成局長も来てくれるし。マジで？全然、全然。
じゃあ、てことでまた、遊びに来てください。はい、今日のゲストは米津玄師さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。この時間は僕、菅田将暉がお送りしています。リアクションいただいてます。ラジオネーム、イクオ。津田さん、はい。ゲストに米津さんが来るっていう日に、ソフトクリームの話を広げてる場合じゃないですよ。巻いていきましょう言うてね。おぉ、キレッキレやないかよ、お前。うるさいな。自分で言うのはええけど、人に言われたらこんなムカつくんやな。腹立つな。ラジオネームパーカー。僕もかき氷食べたいです。な、かき氷食べたいな。メロンもええし、イチゴも、ブルーハワイも捨てがたい。でも僕はレモンが一番好き。今日のゲストはこの方、デカレモン兄ちゃんです。本日のゲスト、デカレモン兄ちゃんこと米津玄師です。どうも、デカレモン兄ちゃんです。ごめん、なんか変な感じになった。ちょっと出てきた、ちょっとやられたな。腹立つわ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。約1年4ヶ月ぶりの登場ですかね。そうですね。3回目。そうよ、2回目、3回目よね。もう3回目よ。3回も出させてもらっていいのかなって感じするんだけど。いや、全然、こっちは全然いいんですけど、なんか、もはや、僕らとしてはこの番組の使命のような。使命？だって、前出た時もさ、紅白で、それこそレモン歌って、うんうん、その後、このラジオみたいな。そう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 。ね。で、そっから、その次が、このラジオ？ああ、どうだっけな。なんか、本当に何もしてない時に一回すげえ来たよね、記憶がある。みたいなのがあったよね。この、だからこの番組しか、なんか湯に出る瞬間がないな。なんでなんそれは。そんなことないはずなんやけどな。いや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 。だからなんかそれはこっちも感じてるよ、その生存確認。生存確認ね。なんか近いなって。まあ、プライベートで会うことはあってもさ、うんうんうん、公の場でね。うん、声聞いてもらう。去年年末に会ったもんね。年末、太田ね。そう、そうよ。源さんと。源さんと。そう、星野源さんとね。そうね。すごい、楽しかったね、あれね。楽しかったね。うん。なんか、こういう場では一切喋れないようなことばっかり喋ってた。いやー、そうやなあれでもレアな回やったよね。ね。たまたま近くにいたんだよね、源さんも。だってそう、ラジオでさ、その星野さんと三人で会えたらいいね、みたいなのを言ってて、うん、で、米津玄師と俺が飲むってなって、うん、で、連絡してみたいんだっけ？そうそうそう。そうやね。で、実現したよね。うん、そう。うわなんか、ね、いいタイミングで。そうや。会えたなと思って。会えたね、うん。いや、あの時のさ、その、いや、これ皆さんは聞くことは多分一生できないんでしょうけど、米津玄師からの星野源さんの曲のここが好きみたいな話をするわけですよ。してたね。あれやっぱいいね。本当、俺だけすっごいいい時間やったもん。うん、会ったことなかったから。そうやんね。そう、なんかちょっと震えてたもんね。ちょっと緊張感はあったけど最初は。そうやね。やっぱ会ったら喋りたいなと思うその曲の感想とか、そのすげえいっぱいあったから。ね、星野さんもちょっと逆に星野さんも初めましてやがちょっと震えてて、でなんか二人のこうそうそうそう。それをね、だから、なんか取り持ってくれたのが、菅田将暉だったっていう回で、ね。で、今、ドラマで一緒やから、すごいよね。あの時はだってそんな話なかったから、俺。あ、やっぱなかったんだ。なかったなかった。出るなんてことになってなかったから。不思議な、ね。いや、だから縁だよ。だって、あの時もさ、多分俺が紅白で間違い探して歌うってなって、その相談とかもリハーサルに来てくれたりとかさ。いや、紅白良かったよ、本当に。本当？めちゃめちゃ良かった。テレビの前見てたけど。例えばどういう例えば例えばどういう、まあ、今8月やけどな、もう。8ヶ月経ってるけど。いやー、なんか、ね、LINE もその後送った気するけど、でもやっぱ、すごい、でもなんか俺めちゃくちゃ緊張してたのよ、なんか。見てるときテレビの前で。なんかわかんないけど、すげえ緊張してて。で、そう。俺が関わってるんで言うと、フーリンも出てたんだけど。そうやんね、そうやんね。その時は全然なんか、あと、あれは、その、嵐さんが歌うカイトとかも。いやいや、それは全然緊張しなかったんだけど。あ、そうなんでやねん。なんかわかんないけど。それはそれでやっかいやん。すげえ。信用。信用問題になるとさ。まあ別やわな、確かにな。あれは初解禁と、そうね。俺はまた歌っていくのとまた違うよな。バッとこう、映って、でも一人でストイックに映ってるのを見てて、なんかこう、危機迫る感じがあって、
いろんなこと思い出したのよ、なんか、レコーディングした時とか。はい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 。前の、だから、灰色と青で一緒に歌った時のこととか。あの、中野さんのスタジオとかな。そう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 。最初のね、一番最初の。わかるよ、わかるわかる。それをこう思い出していくうちに、こう、すごいなんかこう。だって、リハーサルに付き合ってくれたんですよ。俺が間違い探して歌うってなって、その米津くんところのマネージャーさん含め、米津玄師がリハーサルに来てくれて、どうやって歌えばいいかのディレクションしてもらうっていう。フーリーにそんなことした？してないね。心配か、俺のこと。いや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 、全然ね、別に。心配って俺のこと。全然いいんだけど、でもやっぱ。ありがたいなぁ。で、なんか俺もそのね、リハで歌ったりとか。そう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 。一回俺歌ってみるわ、つって。歌ってくれて。したらめちゃくちゃ難しいのね。お前が作ったやん。俺もあの時愕然としたもん。一番歌ってやめて、ほら、めっちゃむずいな。俺よく歌わせたな、この曲って思って。あの曲なんやろね、うん、不思議な難しさ。ふわりがね、ちょっと特殊なところあるから。やっぱそういうことなのかな、うん、でも俺それで安心したよ、うん。米津玄師が苦戦してる姿を見て俺はちょっと勇気をもらったよ。だって、本人がこんな苦しんでんねんもんってちょっと思ったけどね。うん、いやでも今思うとこの間違い探しがね、こんな感じで、その、今日まあ、セルフカバー解禁日じゃないですか。うんうんうん、はいはいはい。なんか、あの、ちゃんとこう、浸透したというか、あの、広まっていったというか、ね、紅白でも歌えてっていうのは、個人的になんかちょっと安心です。うん、ああ、はい、本当にあの曲は、作らせてもらってありがてえなって思ったね、その、今回、セルフカバーアルバムに入ってんだけど。はい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 。やっぱ、自分で歌うってなったら、うん、やっぱ須田くんときとはちょっと違う形にしなきゃなとか思いつつ。はい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 。でもやっぱめちゃくちゃ難しいなとか思いつつ。あ、そうなんや。そう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 。え、だから、あの、個人的にはもう本当にあの、できれば強めのアレンジで、もう全然別の曲ぐらいで、やっぱなぜならやっぱね、うん、当然米津玄師の方がいいってなるから。いや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 。もうそれはそうですよ。もうだから、もう俺はもう、あ、もうこれ別の味だよねっていうものを期待してます。なんかだから俺もそこで変になんか被りたくなかったから、はいはい、その原曲を、その、無視するというか、なんつってんだろう。原曲が、よりそれによって輝くような姿で、あったらいいなと思って、あの曲、うん、セルフカバーしたんだけど。いや、ほんと怖い作業よね。だって俺だけが知ってたわけやもんね。うん、だからちょっと俺は腹立たしい感じもあるよ。うん、俺だけが米津玄師バージョンの間違い探しを聞いたわけやんか。そうね。そうよ。これがこうみんなも聞いちゃうんかっていう。ちょっと俺はなんかこう、寂しい感じはちょっとあるよ、そりゃ。うん、まあでも、アレンジが強めですもんね。どう思った？聞いて。いや、びっくりしたよ、最初。本当に。うん。だって冒頭、いや、間違い探し、その、まあ、歌始まりやんか、うん。その辺のそのイントロががっつりついてて、そ、ね、うん、そっからも世界観が、だから多分違う曲に聞こえると思う。うん、全然違うよね。うん、いい感じ、いい感じ。ああ、よかった。いい感じ、いい感じって思う。うん、それは思ったし。うん、いや、ありがたいね、それは。いやいや、なんか、ちょっと、楽しみっすよね、それはね。ね。まあ、曲のことは一旦置いといて。どうですか？調子どうですか？いやー、まあ、アルバムの制作が終わって、で、まあ、プロモーションとかしつつ。うん、でもなんかこう、大っぴろげに外で歩けない感じにもなってるじゃん。うん、まあ、そうね。だから、まあ何するかなっていう、結構暇を持て余してるかもしれないね。うん、おー、何してたん？その、まあ曲作り。曲作り。をずっとしてたんやろうけど。うん、終わって、うん、やっぱもう、ちょっと放心状態じゃないけど。あー、え、どれぐらいかかったの？その、今回の。あー、なんか前のアルバムから、3年、うん、あー、そう。そう、レモンから始まって、はいはいはい、3年弱くらいかかってんだけど。はいはいはい。だからすげえ長いことかかったなぁと思いつつ、だからちょっとした、こう、燃え尽き症候群的にはなってるね。じゃあ全部アルバム終わりました。うん、何食べた？何食べた？すげえとこからぶっ込んでくる。いや、わからんけど、なんかその、切り詰めて切り詰めて作品終わりましたの一発目って何食べんのかなと思った。ウーバーイーツだよ。
そうなんや。うん。あ、出前か。そりゃそうか。やっぱもう出前で生活するのがもう根付いちゃってるから。何好き出前で。俺は最近、皿うどんが好き。あ、わかる。皿うどん。マジでマジでめちゃくちゃうまいよね、皿うどん。うまいよね。皿うどんも食う。ちゃんとパリパリとあんが別で食うんだ。わかるわかるわかる。別でね。別でね。あれいいよな。いい。ただちょっとあんがたまにこぼれてる時がちょっとあれやけど。あ、そう。そういう感じない。うん。何してる時が楽しい？何してる時が楽しいかな。でも今、フラットな状態でしょ、だって。うん。制作ね、がっつりでもなく。今、だいぶもうゲームしかしてないね。あ、そうか、うん、ゲームか。うん。なるほど、なんか。なんか一人で家でやれるからね。はい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 。へぇー。ゴーストオブツシマっていうゲーム。なんてゴーストオブツシマっていうゲームがある。ツシマの幽霊なんかね。ツシマ昔の。ツシマってツシマ？ツシマ、そうそうそう。昔の日本を舞台に、そのモンゴルが攻めてくる時のやつを、うん、だから攻めてくるのと戦うっていう武士になって。それメジャーなゲーム？あ、もうメジャーなゲームか、うん。結構面白い。ごめんごめんです。すごいみんな知ってるゲーム？もうバカ売れのゲーム？うんうん。あ、そうなんや。もう俺が知らんだけど。うん、そうか。なんかまたマイナーなことやってんのかな。いや、面白い。そう。おすすめですよ。ゲームか。押してないからな。そわそわするね、今日。え、そっちはでも最近何してんの？俺は、うん、あ、だからそれこそミュウの撮影です、ね。ああ、なるほどね。しつつ、うん、最近始まったからしつつ、あとはまあ、映画の番宣とかをしてる感じかな。うん、遊んだりはしてないの？全然してない。まだようやくこの、まあ、自粛期間が明けて仕事がこう始まったから、うん、最近は割とこうバタバタしてる感じかな。自粛期間中とか大丈夫だったの？大丈夫だったってこと？いや、なんか、だって俳優とかさ、うん、もう、絶対できないじゃん。まあそうね。仕事が。そうね。入社になったらさ、家でデモ作ったりできるけどさ。はいはいはい、はい。何してたのかなと思って。だから何にもしてないよ。何もしてない。仕事で言うと、その、まあ、リモートでね、やってる人とかもいたけど、俺はそういうのもやってなかったから、うん、だからそれこそ、で音楽系はちょっとやれてたから、うん、はやってたぐらい。やることはちゃんとあったんだじゃん。あったけど、いやでも、それでも暇やった。うん、から、ほんま、2000ピースぐらいのパズル一人でやったりしてた。マジで？うん。やってた。でっかいやつ。でっかいやつ。コカ・コーラのパズル一人ずっとやってた。暇だね。いや、そうよ。暇よ。それはそうなる。何してた？だって。いや、もうだから俺もう、ずっと曲ばっか作ってた。あ、そう。もう、だからやることないし、うん、で、ちょうどアルバムの制作期間になったから、はいはい、友達の連絡とかも全部。そうやんね。あ、そうやん。そうやん。いや、ね、俺、あ、そうそう、4月ぐらいにさ、日本一集めようみたいな回あったんですよ、うちのラジオで。日本一テレ、日本一ラジオみたいにやろうみたいな。うんうん、でそこで、まあ、もし暇やったら、テレフォンで、米津玄師出てくれへんかなと思って、あった、うん、ちょっと連絡してみたんよ、ハローみたいな。で全然こう、もちろん既読もつかない。鬼虫くらって。で、なんかこう、ちょっと、なんか、なんていうのかな、こう、ウェイみたいなノリでいろいろ送ってみたよ。なんか、ちょっと、We Are the World みたいな曲作らん。いろいろ俺も言うてみたり。ちょっとなんかこう、いやいや、みたいな言ってくれるかな、でも、鬼虫。もう、でも、最終的に大丈夫？生きてる？みたいな。いや、申し訳ないね、それはね、本当に。もう、全然もう俺のもう、モテない男感ね。好きな女の子に、返信がちょっとでも欲しい。スタンプでもいい。スタンプ一個でもいいから、みたいな。ちょっとね、だから本当もう、いや、だから全然。みんな、シャットダウンしてたね。してたってことよね。みんなのやつシャットダウンしてたから、あれってさ、うん、ちょっとその、見えるじゃん。その、既読にせずに。はいはい、見えるよ、ね。ピコンってこう、はいはい、上がるやつ。あれとかが、あ、来たな、と思いつつ、うんうん、これなんか既読にすると返さなきゃいけないから、はいはい、ちょっとやめとこう、みたいな感じ、ね。いや、めっちゃわかるよ。めっちゃわかる。うん、あLINE さ、うん、LINE っていうかまあ LINE でいいのか、うん、とかさ、何件溜まってたりする？あー。これさ、ちょっと、この間、話題っていうか、うん、俺が、ほんと、500件とか溜まってて。お、マジで？そう。500件？で、うちの作家さん曰く、うん、メッセージが溜まってる数はイケてる指数やっていうわけ。何それ？どういうこと？いや、なんかわからんけど、その、
やっぱちゃんとすぐ返す人と、うん、その、うん、なんていうの、この、溜まってる人の、なんかこう、いけてる指数やってるわけ。で、どれぐらい溜まってたりする？俺ね、でも定期的に、返さないけど、うん、既読にはするんだ。あ、じゃあ、溜めはせんねや、ちゃんと。溜めはしない。なんか、とりあえず既読にするだけして返さないっていう。あ、こう、なるほどな。でも、ちゃんと見るは見るんや。見るは見る。だから今で言うと多分30くらい。ああ、でも30。500って何が溜まってるんの？不思議よね。そのなんかメルマガ系もあるし、あとまあ作品ごとの、これ言い訳よ、うん。作品ごとのグループラインができるわけ。ああ、はあ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 。そうそうそう。ほんで、うん、例えば大河ドラマとかやったら3、40人のこうグループやったりする。で、毎月4月誕生日の人、5月誕生日の人2人とかいるから、うん、そのためにおめでとうございます、みたいなので、わーって気づいたら、みたいなことがあるんやけど、その、うん、なんてこう、返信できないほど、来る。この言い方するとあれが、返信できないほど来るイコールイケてるみたいな。ああ、なるほどね。俺が言ってるわけじゃないよ。ね、俺が言ってるわけじゃないけど、そう、みたいな、そっかと思って、自分聞いてみた。だから俺は、だからみんなが、もう、あいつは送っても帰ってこないっていう。ちょっともう、諦められてる、ね。諦められてるから、偉いもんで、ね、だんだん来る件数も少なくなってくるね。あ、そうなんや。うん。なるほどな。そうね。うん、まあ、でも、俺の時は、鬼虫食らった後、しばらくしてから、うん、ごめん、作品に集中してたっていう、来たから、もう俺はそれだけ救われた。ね、ありましたね、そんなことね。でしょ、うん、完全に、もてあそばれてました。だから、その、今さ、暇してるんでしょ、うん、どうすか、リスナーから暇の使い方の募集とかしてみます？お、いいですか？ねえ、そのゲームだけじゃなく、もしかしたら、うん、新しい趣味とかさ。ちょっと聞いてみたいですね。ねえ、できるかも。何系がいいとかあります？何系？うん、なんかわからんけど。あー、でもあんま。体動かすのがいいとか、なんかこう、ちまちまなんかをするのがいいとかさ。そう、でもやっぱ俺、結構インドアな方だから。うん。こう体動かしたりとか、そういうのは新しい趣味でなんかあってもいいかもな。運動とかするだって普段。運動全然しないのよ。まあ、そんな感じする、うん。でもあんだけ踊れるやん。ああ。それは？いやでも別に練習しとか常日頃してるわけでもないし。あ、なるほどね。うん。まあでも体動かすことはその踊りにも絶対つながるもんね。うんうんうん。うん、だからなんかそれで。楽しいなと思えるもんがあったら。あ、いいじゃん。エクササイズ系ね。ちょっとじゃあぜひ、もしリスナーの皆さん。いや、もう多分みんな好きなもんとか、うん、この期間やってる子絶対いるから、うん。ちょっとそれ送ってもらいましょう。教えてほしいっす。ええ。じゃあまあそれは送ってもらうとして、うん、そろそろ曲の方ね。うん。行きたいなぁなんて思うんですけど、じゃあ、まあ、どんな感じに仕上がってますっていうのもやばかもしれないですけど、うん、どんな思いですか？やっぱまあ、まず最初にね、須田くんに、提供した間違い探し、その本家本元があって。はいはい、いやいやいや。で、やっぱ、もう俺の中では、これ須田くんの曲なのよ。ああ、そうですか。そうそう。だから、少なくともさっきもちょっと言ったかもしれないけど、はいはい、本家の邪魔はしたくない。で、俺がやるんだったら、俺なりの。僕も邪魔はしてほしくない。俺なりの、その、間違い探しが、はい、須田くんのハスラスとした声とか、まあでも絶対出そうと思っても出ないから。いやでもそのディレクションしたのはあなたですからね。まあまあね。俺からしたら。はい、だから、そういう意味でちょっと違ったオルタナティブな感じになってるかなとは思いますね。うん、なるほどな、うん。やっぱかっこいい理由やな。俺とは全然ちゃうもんね。まあまあじゃあ聞いてもらえますかね。うん、米津玄師ママ間違い探しのフル解禁ですよ、皆さん。うん、準備よろしいでしょうか。では、お聞きください。米津玄師で間違い探し。須田まさきです。この時間は須田まさきのオールナイトニッポンをお送りしています。今日のゲストは米津玄師さんです。よろしくお願いします。お願いします。メール来てます。はい。ラジオネームメンチ、間違い探しセルフカバー。うん。最初と最後の鳥の鳴き声のレコーディングは苦労しましたか？そこですか？もうちょっと聞いてほしいな。彼はまあ、ちゃんと山とか行ったんですか？山は行ってないけれども。こう、でっかいマイクを。自
自分から呼んだり呼び寄せてさあさすがにそんなことはしてないけれどもまあ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 もうちょっと聞いてほしいとこあるんだろうあ、そうですか。ごめんなさい、ちょっと、それはうちのリスナーの民度の。ちょっとね、ちょっと低かったですね。何？もう、だから、その辺に飛んでる鳥なわけではないでしょ、だって。うん、いやいや、全然。だから、サンプリング、うん、で、元からある音源を、そのちゃんと権利的にも、クリアしてるやつ。なるほど、なるほど、なるほど。それを使ったって感じだけど。そうか、じゃあ自分で、こう、取りに行って、こう、なんか、とかではないってことですね。うんうんっていうかさ、今やっとここ静かになったけど、うん、めっちゃカメラ来てたな。来てた。ね、聞いてる皆さんわかんないと思いますけど、ほんと、何台あった ?2 台、3台ぐらいカメラ来てましたね。だからなんか変な緊張感あったよね。あったよね。あれ何その、久々に世に出てきてる根津玄師の生態を撮ろうとしてるってことディスカバリーチャンネル的なこと。ね、なかなか出ることないからね。そうよね。中にね。ほんで CM 行ってここぞとばかりにみんなバーン上げてたけど。もう撮れ高あると思ったんだろうね。あったのかなびっくりした。なんかもう。やっぱ年に一度やから、ちゃんと抑えな、みたいな。なんか、すごかったよね。いや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 。びっくりした。急になんか楽になったもんね、今ね。今ね。ちょっと楽になったよな。やっぱあんな目の前で俺もラジオしてる時にいつもカメラなんてないから。ちょっとなんか2割増しぐらいで頑張ってたけど、うん、やっと落ち着いたわ。ね、びっくりした。やっぱ大変ね。うん、年に一度下界に降りると。いろんな意見来てます。はい、ラジオネームビームス。須田さん。はい。ゴースト・オブ・ツシマですが、あ、さっき、エンズ君がやってるってゲーム。うん、はい、うん。ゴースト・オブ・ツシマね。発売から3日で全世界で240万本売れた。ああ。大ヒットゲームです。そんなに？すごいね。マジで？うん。3日で240万。須田さんの先ほどの発言のヤバさは、何？ビリー・アイリッシュ？有名な人？それ。って言ったのと同じです。マジ？え、そんなに？ビリー・アイリッシュレベルなんですか？俺もう完全にごめん。対馬って。対馬の幽霊。そうだって。うん、うん。わからんけど、なんか、つしまってきただけで完全に前ないと思ってたけど。確かに、名前からするとそう思うかもしれないけど。うん、あ、そんなにビリー・アイリッシュレベルなんですか？めちゃめちゃ面白いよ、でも、ほんと。どういう、その、ん？何をすんの？つしまで。いや、つしまの民を、なんか、モンゴルから守っていくっていう、うん、基本的にその、そういうゲームなんだけど。おぉ、侵略してみたいな。戦争が起こってみたいな。そう、いろんな人がもう、なんかもう困ってるのよ。うん、うん。だから、その困ってるのを、こう、うん一人一人助けていくんだけど。うん、え、あなたは対馬の人なの？対馬の人。そうそう。幽霊つうか、だから、武士なんだけど、その武士の誉れみたいなものを。誉れ。誉れ。誉れを。ちょっと待って、誉れっていうのは何？なんつったんだろうな、誉れって。誉れ。なんかこう、だから魂みたいな。魂とか、その、心情とか、うん、そういうものを、こう、やっぱ、対馬を救うためには、捨てなければならない。うん、でそれをこう、迷いの最中でこう転がりながら進んでいくっていうゲームなんだけど、うん、だから、村の人々をね、はいはい、救っていくのよ。なるほど、なるほど。救っていくとなんか偉い感謝されんの、それで。あなた救ってるからな。あなた様がいなければ、はい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 、私今命なかったです、はい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 、みんなにこう、言われるね。おそれがもうほんと気持ちよくってね。めちゃくちゃ気持ちいいのよ。なんだ人に必要とされるってすげえ気持ちいいんだよ。いやもう十分必要とされてるやん。まだ必要とされてんの？え、今はその何をしてんのゲームの中でその。だから。必要とされてるのはわかるけど。まあ、必要とされてる。それしかない。助けていくっていうことなの？うん、うん、そう。あ、そう。そういうところでまだ快感があるのね。うん、なんか良かったよ、その辺は。人と、米津玄師が人とに必要とされてるで快感を得てると思わなかったもんね。ラジオネーム銀河マン。ゴースト・オブ・ツシマをやっている米津さんですが、米津さんは曲作りに関して、まっすぐに正々堂々と向き合う誉れを、大切にしていますか？誉れね。誉れって褒めるって書くんや。そう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 。
誉れを大切にしてるか。してますか？どうですか？いやー、でも、誉れを捨てる話だからね、ゴーストオブツシマって。なあ、ごめんちょ、俺は誉れがよくわかってないけど。うん、誉れってのは大切なの？俺はある誉れ。あるのか？あの、正味、俺もよくわかってない。誉れって。心意気みたいなことなのかな、なんか。向き合う誉れ、その人と向き合うときに生じるエネルギーみたいなことなのかな。あ、プライドとかかな。ああ、なるほどね、なるほどなるほど。さ、そういう、あ、じゃあ、ある種その日本でいう鎖国みたいな、そういうものを捨てて、プライドを捨ててやって、こう誇りを捨てて、そうそうそう、今まで守ってきたものも大事なのはわかるけど、新しいものも取り組んでいきましょうみたいなことなのかな。なるほどな。あ、そんな中目撃情報来てます。ほら。ラジオネーム、モールス、この前、つけ麺屋の、券売機の前で、麺 300g と 400g のボタン、どっちを押すか人差し指で、ってやってた人を見たんですけど、あれは米津さんですよね。結局どっちにしましたか？あ、そうなんですか？つけ麺屋の前で。あのね、俺じゃないね。つけ麺屋には行かない。これ違うんだ。違うと思うけど、ね。あ、そう。さ、結構食う人やもんな。300g、400g、うん。結構小食そうやしね。150。あんま、だ、つけ麺屋にまず行かないから。その、行かんか。300とか400とかがどんくらいのもんなんだ。いや、結構な量やと思うで。結構あんの、それは。結構大盛りやと思う。マジか。大盛りか超大盛りや。うん、菅田将暉です。今日のこの時間は菅田将暉のオールナイトニッポンをお送りしています。今日はゲストに米津玄師さんが来てくれてます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。リアクション来てます。あ、暇つぶしの、はいはい、ちょっとおすすめ来てますね、うん、ラジオネーム高生、外でできる暇つぶしなんですが、ウーバーイーツを受け取る側から、うん、届ける側になってみてはどうでしょうか。おーおー。おうおう、今は対面も少なく、身バレも防げますし、都内を、あの、目的を持って爆走できるので、これ結構運動にもなります。あ考えたこともなかったな。びっくりするなぁ、それ。びっくりする。アプリで写真出るから。あれ？ああ、そうかそうか、そうだよね。自撮りのな。まああれどんな写真でもまあええから。でもあれこれ、まあ、米津玄師っぽいけどな。意識したやつだなって思われた。これどうやろうね。面白いな。でもまあいい運動にはなるわな。しんどいやろな。でもな、大変やで、やっぱ運動量としてはそりゃ大変な仕事やからな、ね、うん、これは確かに。で、まあ、暇つぶしといえばですね、さっき、クリーピーナッツのオールナイトニッポンを偶然聞いたと。はい。どうやら CM 中にさっき聞いてたんですけど。お話します？はい。たまたまね、ほんと。なんか喋ってました。たまたま聞いてたんですよ。うん、俺、なんか、ラジオとか、なんか YouTube の動画とか見ながら、作業するの多いから。うんうんうん、はい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 。なんか、たまたま聞いてたら、うん、なんか俺の話してて。クリーピーナッツが？そう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 。はいはいはい。どんなそれは。いや。あれね、うちんとこに来て一緒に喋ったじゃなく、クリーピーナッツのオールナイトニッポンゼロ内で喋ったってことだよね。そう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 。はいはい、なんだろうな、その、だからエド・シーランが、うん、その、クローズマパーティーの中で、うん、その、フリースタイルでラップやって、それがめちゃくちゃすごくって、うん、で、なんかいろんな人ボコボコにしたみたいな。話してて。はいはいはい、なるほどな。で、それが、じゃあ日本ではどういうことなのかってなった時に、で、エドシーランイコール俺なんじゃないかみたいな話をしてて。米津玄師が突然現れてボコボコにしてったっていう。そうそうそう。勝手に。いや、でもありがたかったけどね、嬉しかったけどね。うん、使われたわけだ。そうそうそう。本当にあの人ら、うん、ねえ、ひどいもんすね。好き勝手、ほんとに。で、なんか、その、なんだっけ、俺と野田洋次郎さんと、うん、あの、常田大輝が、うん、ラップがうまいみたいな話してて、おうおうおう、はいはいはい。で、俺、たまたまその次の日に、その3人で飲んでて。うん、ええー、そう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 。おお、また。あ、すげえ偶然だな、と思って。
ごいね、本人らもまさかそんな、うん、そんなことになるとはやと思うで。そう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 。うん、乗り込んでやれ、ほんま。本当に。お前らマジでええ加減にせよ。いや8月中に乗り込んでやれ。いや嬉しかったけどね。びっくりするよね。本当火曜日次あるから。うん、いやなるほどな。本人らも多分、会わへんからっつって適当に喋ってるんですよ。うん、実は案が聞いてるっていうね。いや、そうよ。本当に。今しめですよ。うん、ラジオネームイチョウの木。米津さんは普段、現世から隔離された場所でカプセルの中に入ってふわふわと浮いていると思うので知らないと思うんですけれども。どんなイメージだ。須田さんはこの前、検尿カップをトイレにぶち込んで詰まらせた挙句、修理代に27万円かけていました。こんなやつですけれども、こんなやつとか言うな。今後も仲良くしてあげてくれますか？それ知ってるわ。やばいよね。ご存知ですか？うん、27万。ええ。きっちり27万。マジ？ええ。やばい。そんなかかるもん？そうよね。思うよね。うん、でもきっちり別に、その、かさ増してるとかじゃなくて、ちゃんと27万。でもトイレのトラブル5000円とか言うじゃん。そう、ああいうのは、うん、やっぱ、キュポンっていうやつの業務版だけの場合がそうなんで。うん。うんうんうん、俺の場合、がっつりやったんだ。トイレ脱着行ってる。トイレ脱着とは、見たことない機械使ってたから。すげえな。トイレの管の中をこう粉砕するっていう機械使ってたから。すげえ大変だな、そうなんですよ。どうすか、それを経て。仲良くしてあげてくれますか、うん、いや。より愛おしくなるよね。そういうことを聞かされてね。あ、それはプラスに加算されるんですね。うん、やっぱ。よかったよかった。ああ、菅田将暉も人間なんだなって、ね。恥ずかしい。そんなところで人間を。あるそういうミス。ミスとかする普段。ミスなんか家の中で小指ぶつけて痛いとかある？あー、なんかあったかな最近。なんかそんなしてなさそうやけどな。いやあるはずなんだけど。あるけど、譜面書いててコーヒーこぼしておじゃんなったとか、そんなある？あ、でもね、その、飲み物こぼすはよくやるね。その、だから、キーボードで作業してんだけど、うん、結構、そばで飲み物を置きながら、それ飲みながらこう、作業するんだけど、それが、何回かやっぱこぼしちゃって、うん、キーボードカピカピになるんだよ。なんかもう押せなくなっちゃって、なるみたいなのは。データは大丈夫？データは全然大丈夫。キーボードが使い物にならなくなるっていうのは。マジで？だから、今までに、3回くらい変えてるかもしれない。まあでも、27万はいかんでしょ、だって。いかない、それ。うん、27、いくわけないよな。そんな。それは超えらんないうっかりミスでこんなことにならない。本当に。27やっぱ1ってなんぼやから。うん。まだまだよ、ミスとしては。全然。だいぶなんか。全然。マウント取られてんの全然それぐらいはだって。俺もやんなきゃダメなのかな。30万出してる。30万いったらそれはもうそうよ。それはさすがやなってなるけど。なるほどね。何のマグロやねん。引き続きあなたからのメールをお待ちしています。では、こちらのコーナー参りましょう。月曜エンタメアカデミー。このコーナーでは、リスナーのあなたから送っていただいた明日誰かに言いたくなるようなエンタメ情報を紹介していきます。ボックス玉先、ドラマ、映画、舞台、音楽、テレビ、ラジオ、雑誌、何やかんいろいろやっております。なので、エンタメの勉強しなくては。もう今日はですね、地下室にこもって、通信手段を絶った状態で曲ばっかり作ってる米津さんにもですね、言い方が悪いですけれどね。まあでも、そんな時期もね、ありましたからね。だから、きっと知らないニュースもあるだろうと。うん、なんで、今のね、エンタメ業界のニュースを今日はぜひ、知っていただければなと思いましたので紹介していきます、はいはいはい、ラジオネームジャイアント厚彦、はい、犬がチルアウトする音楽わかる。イギリスのグラスゴー大学と動物福祉慈善団体が犬に様々なジャンルの曲を聴かせ心拍数を測定、音楽が犬の行動に与える影響度を調査した結果、特にレゲエとソフトロックを聴かせた時にストレスレベルが下がることが分かりましたと。そうなんだ。みたいですよ。犬もちゃんと聞いてんだね。犬もちゃんと聞いてるんですね。面白いな。犬もちゃんとこうチルアウト、チルってるんですよね。壁とかにこう
壁とかにこう寄りかかりながらなんかこう頭をこうやって動かしたりなんかこう。レゲエ好きなんだね。レゲエ好きなんですね。裏でリズム取ってんのかな。裏でガッガッ取ってんじゃないか。へえ、面白いね。面白いよね。ソフトロックっていうの。ソフトロックってなんだろう。どういう。どういう。俺もよくあんまわかんない。聞いたことないかな。ソフトロックって。ハードロックの逆。ソフトロックソフトロックっていうのはどういうあれなんですかね。あんまわかんない。ゴリゴリのロックとも違うロック、ソフトロック、柔らかいロック。柔らかい方がいいのか、じゃあ犬が。そうなんだ。ハードより。だからそのんたんたなんで、やっぱレゲエやから何やろね、これは。だからこうすっごい早かったり、ダーッと激しいのよりちょっとゆったりの方が犬もチルれるんかな。そうか、なんか心拍数早い、犬とか動物心拍数早いから、あ、そっか、なんか早い音楽好きなのかなと思ったけどね。あ、確かにその心拍数に合うっていう、うん、そうね。レゲエなんだよね。レゲエなんやね。これは不思議ですよね。俺だと普通人間もそうやし、別にね、人間と同じこのチル感っていうのがいるっていうことなんで、ね、確かにね。なんかその心拍数の速さとか関係ないの、飼い主にいたりするのかな、犬とか。音楽の趣味。あ、そうなんじゃ。やっぱメタル聴いてる犬やったら、メタルで落ち着いたりすんのかな。米津犬は？米津犬。米津犬だいぶ暗い。家では何聴いてる？何でチルってる？あー、なんか、多分俺が犬飼うなら、めっちゃ暗い音楽好きな犬になると思う。ずーんと沈んだ犬になるなとか、ね、あ、そう、うん、吠えたりせえへん、うん、ゆっくり動いて、ゆっくり穏やかな、穏やかなんか想像つくわ、なんかでっかい余裕ある犬がいそうな感じするわおもろいもんすね、犬にもこう影響がある音楽ってのがあるみたいですね、うん、さあ続いてラジオネームジャイアント厚彦。幽霊がジャガイモ投げる。インドのウムトリュー村に住むキンスターさん一家で、3回ノックされて玄関に出ても誰もいない、うん、家のジャガイモが外に投げ捨てられる、うん、ベランダに無数の石が降ってくる、うん、といった怪奇現象が2020年7月から多発しています。へー、この現象が始まってからご近所さん含め近所をパトロールしている人たちも誰も怪しい人を人物を見ておらず、これは幽霊の仕業ではないかとキンスターさんたちは怯えた日々を過ごしています。あれ、ちょっと米津さん顔が真っ青ですけど、おしっこ漏らしちゃいましたかそこまで怖くないけどな。カタ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 ジョボ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 まではいかんけれど、うん、ちょっと怪奇現象、ね、見てみたい。でも俺それ見てみたいってこと、幽霊見てみたい。あ、うん、見えないんですか。いや全然そんな経験ないけど。あ、そうなんやな。勝手なイメージだとそういうのありそうな。いや全然なくって、で霊感いる人とか、あ、霊感ある人とかいるじゃん。うんうん、そういう話聞くと本当見てみたいなって思う。いや勝手にさっきのゴーストオブツシマもあるから俺なんか俺そういうなんか分からんけど好きなんかなって今ちょっと。いやだからそういうものへの憧れみたいなのはあるよね。あ、そうなんや、意外な、うん、見たことないんです ね、こうそういう超常現象みたいな。そうね、ある、そういうの。俺自身が見たことはないけど、一、うん、回なんか、まあ、俺ら廃校舎とか使ったりして撮影したりとかするから、そういう時にちょっとあったりはした。なんか深夜に、はい、まあ、もう今使われてない学校で撮影してて、うん、あの、お化け屋敷のシーンやったんよ。お化け屋敷、うん、文化祭であるお化け屋敷をみんなで作ってるっていうシーンで、うん、で、まあ、用意スタートっつったら、俺らがお化け屋敷をクラスの中で作ってます。うん、で、そこに、こう、隣の、クラスが女の子がガラガラってガムテープ貸して、みたいな何気ないシーンで、うん、よーい、スタートってガラガラってその女の子が止まって、うん。え、
え、どうしたみたいな、うん、あ、すみません何にもないです、うん、ってなって、うん、でもう一回用意スタートつって普通にやって、うん、でそっからさっきのあれ何やったんつったら、うん、須田さんの左側にちっちゃい女の子見えました、うん、みたいになったことあった。マジ、うん、でもその時俺の横に栗原るい君がいたから、うん、るい君ちゃうのみたいな、現場そういう笑いで終わってんけど、うん、ゾッとしたよね俺は。え、何もなかったの自分の体調。別に俺としては別に何にもないけど、でももうそっから正直今までたまに思い出すよ。俺の左側にちっちゃい女の子おんのかなみたいな。まだいるかもしれないもんね。だってそうよ。ってことあったりしたけどね。で俺が見えたことはないけど。いいな。なんかそう。もしかしたら見える人からしたらいるかもしれんよ。ああ、ね。うん、見てみたいそういうの。あ、そうか、それじゃ見たことはないよね、うん、ないね。なるほどね、それ一個なんか知れたわ、うん、え、続いてラジオネーム、日はまたサンライズ。アメリカの女子大生、ミートボールにより単位を落としかける。アメリカジョージア大学のサム・リーさんはサンドイッチを食べながらオンラインで経済学のテストを受けていたところ、サンドイッチに入っていたミートボールが誤ってパソコンに落下、うん、そのままミートボールがエスケープキーに当たり画面を閉じてしまい、その結果テストで落第点を取ってしまいました。あー、リーさんが教授にその事件について説明したところ、成績が悪かったことに対する君とても珍しい言い訳ですねと言われましたが、再試験を受けることができました。この事件に対しリーさんは、もうミートボールは信用しません、見た目には騙されませんよとコメントしました。ちょっとよくわからへん。須田さん、この事件、私はミートボールがあまりに不憫でなりません。いや、ほんまそうよ、ミートボール何も悪くないこれひどい話だね。テスト中に食ってるわけでしょこいつ。確かにね、こいつが悪いもんね。こいつが完全に悪いよオンラインっていうのをいいことにテスト中に食うてるわけやから、ね、さもミートボールが悪いみたいな、ね、いやそうよ、ミートボールのせいで、うん、そんな言い方してるけど、よくないね、こいつが悪いわけですよ、うん、オンラインのああいうオンライン飲みとかしました？オンライン飲み俺あんま好きじゃないんだよね。やってみた、やってみた、やってみた、うん、やってみたけど、やっぱ家じゃん、うん、家だからなんかこうそれこそなんかチルモードになっちゃうっていうか、ああ気抜けんのかな、こっちも変な気抜け方すんのかな、うん、なんか俺もなんかやってみたけど、うん、楽しい、いやあんまり慣れんかったな、なんか逆に俺すごいお酒やそんな強くないから、うん、なのにあんまり酔えんかった逆に。ああ、なんかやっぱもっとね、同じ空間でさ、まあまあまあ、そうね、飲んだ方がさ雰囲気ってあるもんな、盛り上がりもするじゃん、はいはいはい、なんか眠たくなっちゃうんだよね、やると。わかる、うん、じゃあそれのオンラインキャスへんと、うん、なるほどね、うん、ミートボールは好きですかミートボールね、ええ、好きでも嫌いでもないねそうですか、ミートボール好きでも嫌いでも、ね、うん、お弁当のおかずに入ってて一番好きやったものは何ですか？あー、お弁当のおかずね、うん、好きなお弁当、あー、でも俺漬物とか好きなんだよ、ね、うおー渋い、漬物ね、なんか渋いな、最近どんどん好き、普通の漬物、あの大根とかたくあんみたいな、いいね、漬物ランキング行こうよ3位、3位何漬、いや3位、うん、米漬けにしてき漬物ランキング、たくあんかな、あーいいね、黄色いやつ、黄色いやつ、あいいねいいね、ポパイにも入ってます2位、うん、はい、うん、あの漬物、まあ漬物だけど、まあ福神漬け、ああ、うまいね、やっぱり間違いない2位です。1位、うん、1位はもう大根ですね。あ、大根、大根の漬物俺本当大好きなの。本当さ、そういうところすっごい純日本人なとこあるよな。そうね、なんか和なとこあるよね、急に、うん、味噌汁ご飯漬物あるからね、いいからね。ああ、それはやっぱそうなんや、うん、たくあんも大根やから1位じゃない。あ、そうかそうだ、ね、そうだ、まあまあ、たくあん、うん、まあそうね、と、いやでもちょっと違うじゃん。違うけど。ちょっと違うやつあるじゃん。うん、でもなんかこう、うん、なんか、野沢菜とかさ、いろいろあるやん。うん、あの、そういうんじゃないわけだもんね。うん、高菜は？高菜は俺あんま好きじゃない。ああ、高菜はちゃうんや。むずいな
なんか、そこまで掘られてるのも俺、あんまないから。ごめんごめんごめん。いや、ふとね。なんでもやっぱ、うん、あの、ディスカバリーチャンネルだね。これ急に3位まで出せって言われて、すげえ手に立ってさ。同じの出しちゃったよ、それ。そうね。大根2つ来たもん、ね。いやよかった。よかった。1個ちょっといいの知れまして。さあ、続いて。ラジオネーム、チワワの空振り。ベッカム夫妻。別荘の庭に巨大湖の建設を計画するも、地域住民の猛反対により計画阻止される。よーし、わらわ、なんだそのニュース。知らんし、それ。なんかちょっとぽいな。ぽいわ。ソフトモヒカンがトレードマークの、デビッド・ベッカム。だいぶ前、今もそうなんかな。今違う、ね。今違うよね。日韓の頃でしょ、うん、まあ、ビクトリア・ベッカム夫妻が別荘の広い敷地内にある庭に3000平方メートルからなる巨大な湖を建設するという壮大な計画を立てました。しかし他の地域住民から、草地の損害、損失、両生類、爬虫類、哺乳類、地上に巣を作る、鳥類などの保護種や優先種に影響を与える可能性があるという苦情が届き、この計画が阻止されました。ちなみに米津さんは将来自分の別荘にレモン農園を建設する予定はありますか？ほらもうさ、まあ、俺らがデカレモン兄ちゃんとか言い出したけど、あなたが乗ったせいでこうなってんのよ。デカレモン兄ちゃんって何なの？誰が言い出したんですか？誰？俺？このラジオ？リスナーが言い始めた。そうよ、このラジオ。でも最近さ、デカレモン兄ちゃんに飽きたらずさ、ズムシっつってんの。ズンシ、あ、そうね、ズンシって言ってね。ズンシはズンシやんだって、ね、どんどんなんか変わっていくのがすごい面白いね。ヨネズンシケンシ、ヨネズンシ、うん、そうね、うん、まあそれはどんどん生まれてくるもんですよ、うん、みんな大好きですから。だからもう最初に怒らないかこういうことになってくるし。いや、いいよいいよ、全然。どうですか、レモン農園。レモン農園、ね、一応まあ建設する予定はありますか？いや、ありますかってよ聞かれたらないですとしか答えられないけどさ。そうですか。でもなんか農園とか楽しいかもね。あ、いや、なんかちょっとそんな匂いも今なんかしたよ。なんかね、やっぱいずれそんなもしてそうや、なんか。うん、何、やっぱ大根、大根。でも農業系ちょっと興味ありそうな匂いちょっとするよね。あるあるある、あるっつうか、まあ大変でしょうけど、うん、それはめちゃくちゃ大変だろうけど、うん、なんかやっぱあのじいちゃんばあちゃんちが結構そういう感じだったから、ああ、やっぱ自然のね、そうそうそう、そういうものに対する憧れはあるかもね。だからいつかやってみたいなっていうのも。何がいい、何がいい、何育てる、米、米ヨネズマイ作る、ヨネズマイ、ヨネズマイめっちゃいいやん。いった今俺首流しちゃって、待って、いった俺今首ガクになった。ヨネズマイめっちゃいいやん。上から読んでも下から読んでもヨネズマイ、ブランドヨネズマイでしょ。ちょっとノベルティみたいやけど、ヨネズマイめっちゃいいやん。何回か考えたりしたのよ。え？ノベルティー2考えて通りでスッと出てきたと思った。スッと出て、俺もう首がグンだったもの、早っと思って。ライブのグッズとかで ね、なんかやれたらいいかなと思ったけど、やっぱ食い物って結構 大変だしね。まあ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 、そうね、そうそう、大変やわね。ああ、でもなんかそういうのもいいね。でもちょっとイメージついた、確かに。ガーって制作しつつ、合間にこうなんか農業しつつ、うん、みたいな、うん、なんかそれは楽しそうだよね。うん、ちょっとええよ、うん、様にも不思議よね。だからすごいさ、このデジタルなさ、今の最先端のものも似合うし、うん、ちょっとその和なものを、なんか昔からのものもハマる感じはなんやろうね。ああ、そうかな。うん、そんな匂いがするな、うん、まあだからもう自分のね、子供の頃がそういうところの羊だから、はい、っていうのはあるのかもね。そっかそっか、うん、自分の地元のね、やっぱ山の中でね、川で遊んだりとか、はいはいはい、駆け回ったりしてたから、はい、そこのやっぱ生活なんかな。うん、それはすごく影響を及ぼしてるなとは思うね。うん、まあ、大事だね、うん、え、出身が徳島県。あ、徳島だ、うん、そっかそっか。やっぱ自然がバーってあるところでやったからってこと。そうね。なんかじいちゃんばあちゃん家がほんとそういう感じで、うんうんうん、まあ渓流みたいな感じなんだけど、そこの記憶は
すごく残ってるかもね。確かにな、うん、俺もいとこが京都にいて、うん、あのいとこんちに夏休み行ったらその渓流に行けるっていう思い出だけはやっぱ覚えてるもん。川飛び込んだりとか。あんだそういう体験が、うんうん、夏になったら淡路島に行くかその京都の渓流に行くみたいな、うん、やっぱそれはもう魚いた魚いたよ。ああいう、うわ、手づかみ、手づかみしてた。うわえ、やったことあんの。え、俺やってた、マジで。めっちゃやってたよ。いいな、やってたやってた。いいよね、楽しいよね、うん、意外とつかめんのよね、うん、缶ジュースをさ川に投げ入れてさ、うん、それ探してくるみたいなゲームやんなかった。それはやんなかった。やってない。何そのゲーム。缶ジュースをさ、うん、こう川にこうポンって投げたらさ、うん、もう水が冷たいから、はいはい、もう拾ってくる頃にはもうキンキンに冷えてんだよ。おお、冷やせるし、そう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 、ゲームにもなるしってこと。探してこいっつって、うん、親、あの大人に言われて、わーっつって。犬の、犬がやれるやつやん。って。でもほぼ犬よ。うん、ええー、でもそれは確かに地元ならではやね。そんなんよくやってたな。うわぁ、ちょっとなんか落ち着いたらそんなんもやりたいな。ね、やりたいね。いいね、うん。いや、いい、いい、超いい。ほんと。まあ、今年はもうちょっとあれかもしれんから。うん、まあね、確かに。来年だからこのラジオ山から放送する。多分また1年後とかでしょ。来年の秋頃、マジでキャンプ、キャンプ、うん、キャンプラジオ、須田まさきと米津玄師キャンプラジオ。うわいいね。 Wi-Fi 届くかな。大変や。玄さんも呼ぼうよ。玄さんも呼んで3人でなんかスポッチャやろうみたいな話してた。いや、してたね。そうやな、スポッチャからのキャンプ。最高やな。捕まえた魚食べながらな。楽しそうだね。いいですね。ちょっと夢広がりますね、うん。ということで、引き続き明日誰かに言いたくなるようなエンタメ情報をお待ちしております。受付メールアドレスは、suda@allnightnippon.com、suda@allnightnippon.com です。メールの件名にエンタメと書いて送ってください。お待ちしております。須田まさきです。今日のこの時間は須田まさきのオールナイトニッポンをお送りしています。ゲストは米津玄師さんです。よろしくお願いします。お願いします。リアクションが来ております。ラジオネーム昼飯。はい。米津さん。クリーピーナッツのそのラジオ、僕も聞いてました。うん。音楽をより良くするためのエッセンスとしてヒップホップを取り入れてるのはずるい。うん。ラップしかしてない人の気持ちを考えてください。と、顔を真っ赤にしながら叫び。挙句の果てに、音楽に壁はあります。と言い放った二人の声を聞いて、米津さんはクリーピーナッツのことをより愛おしく思いました。そんなこと叫んどった。なんかね、なんか悲痛の叫びやな。いや、すごいな。でも嬉しかったね、俺は聞いてて。なんか本業の人らやしね。すげえ褒めてくれてたから。そうやね、うん、それこっちとしてはそうやわね。そう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 、うん、何を勝手に熱くなってんのお前らって話やから。まあインフムのとかは結構俺も好きだから。うんうんうん、でもラップやってるって意識は俺全くないからね。あ、でなんかそこは別に、はいはい、ねえ、何したいのかわかんない。そうだよね。なんで責められてんだ。勝手に被害者みたいになってるもんな。いやいやいや。いや、これはクリーピーナッツが悪いんです。あ、いや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 。彼らが勝手に熱くなってるだけです。いや、すごい俺はありがたかったけど。でも同世代になるよね。ね、多分そうだよね。多分そうよね。うん、これもすごい話ね。やっぱ。え、今 20?29 とかですよ、うん。とか多分松永さんとためよ。あ、そうなんだ。DJ の松永さんとため。ああ。R さんが一個下。その一個下が俺。あ、そうなんだ。そうそう。同世代はいいね、でもね。そうですよ。うん、何その、他他だから、音楽系で、それこそ、キングヌー。うん。そうね。常田くんとかが。大輝が、だから須田くんと同じくらい、ね。で、シャトルとか一個下で。うん。でしょ、あと、同世代何なんかあったっけ、あの、紅白行った時に、ラグビー日本代表の、あの、福岡選手をためた。言われた。それ僕ためなんですよ、ってめっちゃでっかいとこから言われて。びっ
くりしたよ。カメなんやと思って。面白いね、うん。同世代っていうのは、なんか嬉しい。同世代ね、やっぱ。もんよね。だいぶね、年もいってきたし、うん、それでこう、まあ、同世代っていう人間だからこそ同じ景色見れるっていうのはあるからね。うん、だからあるよ、ね、現れてくれると嬉しいよね、うんうん。これぐらいでやっぱ出会ってくるとね、楽しいよね。うんうん、さあさあ。他にもリアクション来ております。ラジオネームギンギンしてんじゃねえよ。おい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 、なんじゃ、え、マジで、うん、新曲解禁したのに、うん、曲に対する感想メールが鳥の声は苦労しましたかの一通のみ。いや本当にそうよ、本当にそうよ。俺はそこを危惧してたよ。本当にこの番組やっぱさ、うん、あんま真面目にやんない方がいいよね。まあまあまあそうね、うん、今だって一月限定でパーソナリティもやってるでしょ、うんうん、だからまあまあまあ、だから結構そこではまあ本当音楽の話とかさ、ね、すげえいっぱい真面目にやってるから、それがそれはそれはそうよ。そりゃそうですよ。その温度差が結構すごいよね。それはもうやっぱこっちはちょっともうゲームと漬物やから、うん、メインが。確かに俺なんでそんな話したんだろうな今日。すげえウケんな。本当だよね。うん、ずーっともうなんかリビングですよ。ゲームしてて、飯漬物美味しい美味しい言うて。面白いな。ほんとね、うん。まあまあこれからいろんなところで語るとも思いますけども、うん。さあもうお別れの時間となってきました。はい、はい、はい。いかがですか。大丈夫ですか逆に。いやね、楽しかったですよ、そう。めちゃくちゃ楽しくて。でやっぱ、ね、デカレモン兄ちゃんとかね、ズン氏とかいろいろ。そうね。えらいもんで、ね、リスナーももう言うてこうへんもんね、うん、慣れてきてるから。あ、もう飽きてる感じね、もう、デカレモン兄ちゃんってこいつらなんで言うてこうへんねんって俺思ったよ。もう、だいぶ通り過ぎた。ねえ。だいぶもう、そこにはもうええんやろな。うん、そうか。本当に早いよな、こいつらも。それはそれでちょっと悲しい、ね。そうやね。せっかくこっち言うて、言うてくれて、言ってきてくれてんのにな。うん。いやいや、楽しかった、でも。あっという間ですね、本当ね。まあ一応告知としまして、うん、セルフカバーの、はい、まあ、間違い探しも収録されています、ニューアルバム。これ、ストレイシープでいいですか？ストレイシープです。ストレイシープ、8月5日発売。だから、今日も明けて今が4日になるから、うん、5日明日だね。明日、うん、ね、あ、もうフラゲ日ですよ、うん、どんなアルバムになってますか？いやー、だからね、そのまあ、3年ぐらいかかってて、うん、アルバム曲はほとんどコロナ禍か、その、はいはいはい、緊急事態宣言出てた時に、うん、もう外出れないままでずっと作ってたから、うん、はいはい、その時のこう混乱だとか、迷いとか、どうしようかな、みたいなのが、すごい強く出てて、だからそれによって、タイトルも、ストレイシープ、迷える羊、ああ、なるほど。っていうものになってて、なんかそういう混乱みたいなものが、すごい、まあ、よく出たアルバムになってんのかな、と自分では今、なんとなく思ってて。なるほど。うん、じゃあ、この、まあ、期間も経ての、アルバム、うん。そうね。うん、まあ、TBS 系金曜ドラマ、まあ、ミュー404の主題歌として書き下ろされた新曲、感電もね、うんうんうん、収録されてまして、うん、まあ、一応僕、須田は出演してるんですけど、このドラマ、ね、うん。このドラマはどうですか？ちなみに。このドラマは、めちゃくちゃ面白いね、でも。あ、本当ですか？うん、で、やっぱね、このチームやるの2回目なんだけど、はいはいはい。アンナチュラルの時から。はいはい、でやっぱその時から絶大な信頼があるから、うーん、それもすごいね、うん、そうやってつながっていくの嬉しいよね。なんか絶対にいいものになるだろうなっていう、うん、高く食ってたっつうことはあるけど、いやいやいや、その信頼大事ですよ、うん、だからで結局それまたすげえ面白いものになってるし、うん、それでまたね菅田将暉が出てくるっていうね、ね、僕が一番びっくりしましたからね、うん、俺だから知らなくてオンエアの時まで、あ、そうなの？そう、全然知らなくて。最後。どこまでサプライズにしてんの？最後の最後になんか、あ、聞いたことある声聞こえんな、みたいになって。おぉ。で、あ、この関西弁っつって。知ってる人だ。普
通の視聴者ですよ。そう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 。あ、そうやったんや、うん。それはびっくりしました。それがね、だから、それも含めてやっぱ、本当嬉しいよね。いや、この出会いよね。うん、だから去年、星野さんと二人が喋ってる時に、うん、俺はそんなこと知らんかったから。ね、うん。びっくりですよ。やっぱいろんな縁っていうのが繋がっていくもんですね。そうですね。このやっぱ再会再会ってのは嬉しいもんですよね。うん。というわけで、あ、他にも来てますね。ラジオネームパーカー。須田さん。はい。僕らリスナーは、デカレモン兄ちゃんに飽きてなんかいません。その証拠に、ツイッターのトレンド見てください。うん、デカレモン兄ちゃん、日本のトレンドですよ。マジで？それはそれでやけどな。そんな大したもんにしなくてもいいけどね。ほんとよ。なんでそっちが行くんの？ちょっとね。まあまあよかったよ。ありがとう。飽きてはないって。ああ、ほんとに？みんなやっぱ読んではいるって。うん、たまたま採用されてないだけで今日。うん、みたいよ。それよかったです。じゃあずっとね、それ俺の中に留めてていいのね。そうよ、そうよ。だから、ツイッターで、デカレモン兄ちゃんお邪魔しますってつぶやいてくれたのもやっぱこう反映されてるわけですから。うん、ああ、嬉しいな。それよかったです。うん、まさかですよね。こんなトレンドが他の本当このラジオ聞いてない人は何っていう話ですからね。本当にで、だからこの後もぜひツイートね、していただいて、はい、それはもう、そんな中こんなのも来てます。ラジオネームこう、須田さん、米津さん、はい、うん、幽霊見てみたいです、うん、もし3人で幽霊見つけたら一緒にシャーマンファイトしませんか？何シャーマンファイトって。シャーマンキングだよね。あ、シャーマンキング？シャーマンキングでしょ？多分。あ、シャーマンキングであんの？シャーマンファイトってのは。そうそうそう。オーバーソウルでしょ？オーバーソウルってね。なるほど。もう、おのおののソウルをね。誉れ？ソウルを？誉れ。誉れ。誉れがここにバーって浮かんでるんだけど。シャーマンファイトしますか？シャーマンファイトしたいよ。では、今日のゲストはシャーマンファイトの話、最後それでいいの？米津玄師さんでした。 ありがとうございました。米津玄師で勘で、ああ優勝しました。ありがとうございます。本当ありがとうございます。本当にありがとうございます。全ての人に感謝してます。はい、やっと優勝できました。菅田将暉のオールナイトニッポン、優勝できました。